FM93.0 AM1242 日本放送です。中川家 The Radio Show。 日本放送機の皆様、どうも中川家の0時でございます。そうです。さあ今週も始まりました、中川家 The Radio Show。 今から3時30分までの生放送でございます。なんかここずっと薄ら寒いですよね。薄ら寒い、そう、なんかあったかくなるとか言いながらね、今日も寒いね。きなだ、きなだんやって、昨日も床暖のスイッチをポチッ入れた入れました。もう寒いのか暑いのかよくわからない。でも寒いんでしょうね、おそらく。そうね、今、8.5 やもんね、今。気温 8.5。 違うやろ、マイナス50度やろ。いや違う、どこでやってんねん。マイナス50度です。いや違いますよ。早速嘘ついてみました。エイプリルフールなので。そうなんです。今日はね、カナダからお送りしております。あら、そうですね、カナダバンクーバーの方から。そうなんですねえ、ちゃいます、有楽町です。いつものいつもと一緒です。あ、コーラのもアイスコーヒーやないかい。いや分かれへん、これはみんな。エイプリルフール、もうそんな余裕ないんじゃないですか今。昔は嘘つきましたけどね。あ、まあね、エイプリルフールやから嘘言うてよくやってました。もうそんな嘘つけるようなね、そんな楽しい時期じゃないって今は。ねえ、みんな忘れてんじゃん。毎日コロナコロナコロナ、マスクマスクマスクです。マスク、相変わらず手洗いマスク、手洗いマスク。ずっとそうですからね、ずっと続いてますもんね、ほんまにね。本当、ねえ、もうほんまにね、はい、ちょっと明るい話題言ったらパジャマスーツぐらいじゃないですか、ほんまに。もうよ、反響が多いんですよ。青木さんね、青木のパジャマスーツをちょっとお話ししたら、そのパジャマスーツをいただきましてね、はいはい、そうですね、先週。それが土曜日にもう飛び火しまして、はい、土曜日のサンドイッチマンの方もなんか届くということで。そうなんですよ、メール来てるんですよ、この SUF さん、SUF45 札幌の方ですね。先週のサンドイッチマンさんのラジオショーでも青木のパジャマスーツの話をされていて、動きやすくてお手入れも簡単らしいから、俺たちも着てみたいなとおっしゃってました、こうなったら来月の札幌での漫才サミットでナイツさんとみんなでパジャマスーツで出演されたらいかがでしょうか。はい、ナイツの方にも届けていただいたら、もう漫才サミットももうすぐ、うまいね、来月の、うん、そうそう、あ、もう今月か、そうそう、今月ですね、もう来週の6人全員で着るっていう。あ、変わる。僕はもう今ずっと着てますから、パジャマスーツ。パジャマスーツでもう移動ですよ。でも楽屋であのままパジャマスーツのまま、ね、あ、青木のパジャマスーツのまま寝っ転がって起きて、起きてはね、そのまま帰って、もうパーンと適当にかけて、はい、でまた着て、ちょっとコンビニ行ったりしたりして、はいはい、それでも行けるからね、今日はね、ちょっと薄ら寒かったんでね、はい、パジャマスーツの方は着てきませんでしたけど。そうね、うん、でもう今、白のパジャマスーツはあの東島さんが、はい、お、すごいお似合いですよ。着てますね、ほんまに、薄いグレーか。そこ座ってるでしょ、うん、俺最初銀行来たんかなと思って。銀行の制服ちゃうな、あれ。それ胸から上の雰囲気見たら、雰囲気がもう銀行やね、全くね。いや、パジャマスーツがもうだんだん広がってきましたね。そうなんです。ほんでね、あのパジャマスーツいただいた次の日もあのルミネの出番でね、あの、ま、もメールが来てるんですよ。のんきなのんさん、千代田区の方、先週土曜日のルミネでパジャマスーツを拝見することができました、ちゃんとシャツとスニーカーを白で揃えていてお似合いでした、おまず剛さんの方にはポケットがないのかとか、レイさんにはちゃんと襟があるなど細かいところを見ていましたが、最前列でも言わなければまさかパジャマとは思わないように見えました、はい、明日の伝説の一日もパジャマスーツでご出演されますか。明日は、明日はちょっとパジャマスーツというわけにはいかないんで。いかんね、一瞬思ったけどね。そうですね。一瞬思ったよ、ほんまに。ちょっとあのタキシードを着ないといけないので。そうなんですよ、はい、あの工場の方があるんで、そっちでね。そうなんです。パジャマスーツではちょっとあれなんでね、はい、3回目のね、工場で、西川球さん。僕、今、パジャマスーツ洗って干してますから。あ、もう洗ってんねん、一回。何のシワもなかったわ。ない。朝、チラーっと干してるの見てきたけど、何のシワもない。本当に、もう、あれ着るとダメですね、もう。あ、まあ、確かに。スーツを持っていかなくなってしまいましたね。この間もそうやもんね、もう、その、営業もそうやしね、着ていったし、ね。着心地がいいですわ、本当に。ほんまにね。着の心地がいいです。
気の心地がね、本当にいいよね、ほんまに。いや、ほんまに多いのよ、ほんま。私も買いましたとかね。ええ、うん、そうですね。そうそう、我々の聞いたりしてね、このラジオショーのツイッター見てね。でこの青木のパジャマスーツでもう CM を作ろうかと思ってるんですけどね。うん、あ、何もう勝手に。青木のパジャマスーツ。うん、こう漫才出ていく前のとこから、はいはい、帰ってくるところを、おひらひらっと刺しながら帰ってきて、うんうん、で後輩に、うん、いいですね、そのスーツ。何なんですかって言われて、これかこれ、青木のパジャマスーツだよ。へえ、そんな寝転がっていいんですか、うん、いいんだよ、パジャマスーツなんだから。お願いしまーす。言って、こう、出番に。あ、出番行くね。さっそうに向かっていくところ想像しながら、青木のパジャマスーツを着てましたけどもね。ありがとうございます、本当に。いや、ほんまにね、ありがたい。何回言うてるか、もう。いや、ずっとこの3週、ね、青木のパジャマスーツ、青木のパジャマスーツってね。そう。いや、まあ、実際ね、来てね、我々もやってますから、ね。お願いしますよ、青木さん。いや、じゃもう、あれあれ、怒り出したわ、これ。怒り出したわ。怒り出したわ。なんか次の展開が欲しい、みたいな。ありがとうございます、本当にね。ねえ、ほんまに。すごいよ。本当便利。あれは、本当着やすくて、動きやすくて。ねえ、本当に。もうあれ着たら他のスーツ着られへんな、言うて。もう2回目ですよ、これ言うたら。言うてますけども。今回はなんか大きな、うん、あ、うん、大きなニュースというか、まあ、はい、コロナとか、まあね、うん、戦争なんかはもういつもそう、毎日ですけど、まあね、ちょっとうん、なんかね、うん、殴ったニュースありましたね。アカデミー賞見ましたか？あった、見た。ウィル・スミスが。ああ。そうね、向こうのコメディアンか。最初俺、うん、ウィル・スミス立ち上がって、うん、肩組んでイエイってやりに行くんかなと思ったら、まさか思いっきり殴るとかね。あれはすごいな。どうなんでしょうね。いや、そうやね。嫁さんのこと言われて、うん、カチンと来て殴りに行ったんでしょうけど、あれね。まあ、そうね。賛否はあるやろうけどね。殴られたコメディアンもさすがですね。うん、わお言うて、笑いになんか変えようとしてましたけど。したけどね。さすがコメディアンやなと思う。でも、あそこに結構ストロークあってんけどね、殴りに行くまでに。そうね。あそこでこう持ち直すことできへんかったかな。うん。やっぱり、うん、あ、最初グーで殴ろうとしてたんかな。ああ。それをパーに、あれグーやったらもう気絶してるよね、多分。いや、もうあかんと思うわ、ほんまに。フルスイングやからね。うん、ほんま。でも、まあ、奥さんおったしね、横に。あ、やっぱり、これ難しいとこやな、もうコメディアンも、ちょっとね。まあ、殴ったらあかんねんけどな。そう、うん、結局ね、ほんまに。もし俺が、うんうん、ウィル・スミスの立場やったら、うん、おい、言われてんで、って言うかな、うん、嫁さんに。ああ、なるほどな。こら、こら、ぐらいかな。ああ、そうか、そうか。誰がやねん、誰が出るか、とかかな。そうやねんな、これ。どっちなんやろ。何が。こら、こら、でよかったんちゃう、うん、ウィル・スミスも。あ、そうね、立ち上がってね。おい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 、待て、でよかったんちゃう。ああ、そうね。うん、すまない、気づかなかった、みたいなことかな。どっちなんやろ。よっ。よっぽどあれ、避けてもおもろかったのな、シューッと殴られてな。そんなことばっかり考えてますましたわ。難しい問題な。何が正解やったか。でもあれでなんかこう、うん、なんか失脚、うん、賞を取ったことをもう、うん、なしにされてしまうというね。まあまあね。ことになってしまえば、まあ世界に流れてますからね、あれ。そうやね、ほんまね。ピンタね、されて。うん、まあ、奥さんも止めりゃよかったのにな、あれ。やめとけ、言って。やめときーやーって、もう、余計、促してしまう、それ、うちのおかんや、それ。やめとき、お父さんっていうの。余計行きたくなる。煽ってるみたいな。女の人のね、仲裁の仕方ね。いやー、難しい。いや、どうでしょうね。難しいな、もうほんまに。なんかこう、肩組んでぐーってこう、首ちょっと締めるぐらいでよかったんじゃん、お前、言って。ね。コメンテーターの人は、うん、とりあえず、謝れ。あ、うんうん、謝ったら許したるぐらいでよかったのになとは言うてましたけどね。ああ、なるほどね。ここで謝れ、うん。謝れ言ってね、みんなの前でね。で、謝らないって言ったら殴ったらよかったんちゃうかな、バシン。でもあんな殴るのももうあかんもんね、ほんまに今。いや、そりゃほんまね。もう、殴るって本当にあかんから、うん、もう、この間先生も辞めさせられましたからね、ニュースで。子供殴ってね。まあ、殴ってというか、まあ、げんこつなんですけどね。うん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 、
あ、そう、あ、もうそんなあれか。もうダメです。我々も原骨どころがね、はい、うん、30往復ピンタとかありました、ね。鼻血出てましたからね、先生殴られて。おい、どないしたんや、言うてね、家帰って鼻血出て。うんうん、違うね、お父さん、うん、この子先生に殴られたんよ。うん、おーおーおーおお、それは良かったんやないかっていう雰囲気でしたから ね、 ね、うん、40年ぐらい前はね。そうね、先生や言ったもんね、先生なんぼでも殴ってくださいみたいな、うん、三者面談でいつも親父が言ってましたからね。言ってたな、ほんまにな、僕は殴られないんでね、うん、先生が預かってる間は、うん、厳しく言ってくださいみたいな、ね、だけどな、まあ、だけどあんな桜の木で頭殴るかな。まだうちね、まだあの痛みを覚えてんけどな。ちょっとよそ見しただけやで。どこ見てんねん、ドーンってあの桜の木って本当にいたんですよ。あの昔のあの警察官の警棒ですね、言えば、あの茶色いね、棒ですね、棒。まあ、あかんわね、殴って分からせるよ、よく、うん、ないか。まあでもね、旦那としてのね、立場としてあの気持ちも分からんでもないし。いや、でも手出したらあかんからな。暴力は絶対あかんからな。それともね、周りの女の人がね、あれそうか、うん、ウィル・スミスが殴った後、うん、ウィル・スミスが奥さんにピャン殴られたと思ったってことな、うん、もう一回帰ってきた時に何しとんねん、何しとんねん言うて。ああね、ほんだら、うん、ちゃんちゃんやってんけどな、うん、あれどうなんやろね、コメディアンが殴り返してたらどうやったやろね、お互いこう。だからウィル・スミスが殴った、うんうん、あのコメディアンが殴り返した、うんうん、そこに奥さん来て、奥さんがウィル・スミスを殴った、うん、でわーって3人で舞台でちゃんちゃんどうもありがとうございました、よかったんちゃうかな。ああ綺麗な、それ、うーん、ね、それでスタンディングオベーションや、ばあちゃんちゃんの後にね。難しいもんね、でも周りがとやかく言うことでも、うん、あの3人の問題ですからね。そう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 、あの3人でね、今日ぐらいご飯行ってたら面白いんですよね。ほんまね、急にお前なんやねんあれ、ごめん、いやついカッとなって、うん、いや俺固く見に来たんかな思ったかな言って、あのコメディアンが言って、でウィル・スミスがごめんごめん、で奥さんがほんまやで、うん、私気づかんかってんから、あんたが殴ったからこう気づかされたんや、みんながみたいな、それもあるなぁ、みたいな、言いながらご飯食ってくれてたらいいんですけどね。ほんまね。ほんまにね。和解してくれてたら一番いいねんの、ほんまにもうな。ウィルって言われてんねやろな、いろんな先輩に。ウィル、はい。はい。はい。お前、やったな。いや、もうあれちゃうんすよ、ほんま。ウィル、いや、そんな。ウィル、はい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 。はい。ウィル、はい。呼んでる、アカデミー賞の人が。え、なんですか、お前殴ったんやんて。ああ、はいはい、いやあれはウィル、はい。そんな下っ端ちゃうやん。いやあれ言われた、いやもう絶対そんなんやって今。事務所呼ばれて、うん、もう あ、はい、来週ぐらい冗談に変えられてるかな。あ、なるほど、ウィル言ってこうな、うん、あ、振り、うん、殴るふりされるんちゃう。ウィル、もう、もう、待て待て言って。もうやめてくださいよ。終わったことなんですから。いや、そんなんやったらええのにな。ウィルに変なこと言わんとこ、殴られるわ。って言われてるよな、多分。殴らへんわ言ってね。客席向かって。何のイベントやねん、いう話だけど。なんかね、なんやろ、なんとも言えん。そうね、ほんま。ニュースでしたね。あとは何ですか、この間は広島行きまして、うん、ああそうそう、広島で営業ね、広島焼きね、くーちゃんと、はい、安村と、はい、とにかく明るい安村と、ね、僕らと4人で予約してんのよ、くーちゃんが。俺あんな初めて見た、うん、店の予約ね、うんうん、ちゃんとすんねやと思って今席の感じ、混み具合どんな感じですか。くーちゃんがね、くーちゃんがやで。いや別に、でも声も出てん、うん、今から言っても大丈夫ですか。大丈夫ですけどね、うんうん、個室ってあれでしょうか。個室はないんだけどね、うん、そうですか、じゃあカウンターで横並び4人という形になりますか、うん、あのね、今一人でやってるんで忙しいでね、簡潔にお願いしますって言われてた。すいません、
言うて、みんなもう、Google で地図開いて。開いてね。うん、で、歩きましょう、言うて、こっちから行きましょう。うん、いや、あの、川沿い、桜咲いてますから。うん、ああせっかくやからこっちから歩いていきましょうよ、うん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 、桜綺麗なー言ってねもう僕はもうくーちゃんのイメージが崩れてしまいましたでしょ。もう真面目なね、ですよ、美味しかったですね広島焼き、美味しかったほんまにね、たまたまお客さんもおらんかったからよかったけどね。そうなんですよ、うん、ねえほんまにあんまりその合間にね出かけることないもんね、もうね、営業ないからね、その後なんかねタバコの吸える喫茶店ないかな言うたら、うん、またくーちゃんその携帯で調べてね、はいはい、探してで地図で、うん、こっちです、うん、あっちですってね、うん、そうそうそうタバコの吸える喫茶で、うん、まあ、安村とくーちゃんはあの、うん、もう4メーターぐらいあるチョコレートパフェ食ってましたけどね体感 4メーターぐらいのやつ、ね、体感あったなそれぐらい、あの年でチョコレートあんなでかいチョコレートパフェ食ったら体壊すで、ほんま有意義な昼でしたね。いや、ほんま、桜も咲いてて ね、 そ、 ね、そうそうそう、ちょうど平和公園のとこかね広島のね、女の子とかが川沿いに座りながらね、うん、ランチしながら桜見てるっていうね、いやけど、もうでも俺もうあかんなと思って、うん、ああいうほら、うん、言うたら18、20歳ぐらいの女の子やんか、うん、ご座引いて、はいはい、うん、桜の木の下でランチしてんの見てね、うん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 、あかんと思ってんねんて自分で、うんうん、でもそれ見て微笑ましいやんか、うん、あ、まあね、それはええ風景やもんね、うん、何食べてはんのっていう声かけてしまって、もうやってもたってもう条件反射やな、なんか気持ちがそのまま、あ、可愛らしかったよその二人、いやいや、まあまあ、キャッキャ言いながらご飯食べて桜見てんの、美味しそうに何食べてはんのってまたでっかい声で言ってて向こうサンドイッチです美味しそうやな綺麗な桜って、もうあんな絶対やったがんのにやってしもた、一組だけちゃうで声かけてた、ほんまに、2、3組かけてたよ、いやもうなんかこうあの雰囲気がすごい、そうさせたそうさせた、もうびっくりしてたからね若い子ら、気持ちいいね今日はもう聞こえて女の子気持ち悪かったよな、おっさん4人に声かけられて、でマスクもしてるしそんな知らんやろしね、うん、パッと見て分かれん芸人や言うて、そうですよほんまに、え、ミスド食べてあんのとか言ってたやんか、喫茶店行って、喫茶店では声かけられてね、うん、はいはい、そうです、うん、うん、そうそうそう、いくつや君ら言って一番言うたらあかんやつこれ、君らいくつや私たち27です、うん、へえ若いな、うん、おっちゃんらいくつに見えるもう自然に言ってんねこれで30って言うてくれたけど、あ、そうね、うん、言うてくれたら言うてくれたでリアクションすりゃいいのに、うん、30ってまんざらでもない顔して4人ともアホやわ、もう40過ぎたおっさんがチョコレートパフェ食いながらね、ほんまに、いや有意義な時間でしたわ、ね、こういうのもなくなりましたねみたいなね、今営業行ったらすぐ帰らされるやん、うん、なんか知らんけど、そうそう、そうそうそう、なんか昼ご飯食べに行くとかね、うんうん、散歩するとかがなくなってるから、それまでくーちゃんなんて言ってたと思う、何、宮島行きましょうか、宮島行ってお祈りしましょうかちゃんとって、ああ言った、あ、そっか1時間半やで、うん、あ、そうね、広島市内からね、結構遠いからね、でも挙句の果てには自転車借りてちょっとサイクリングしましょうかって言うからもうやめよう言うてせっかく広島なんかもう来る機会ないですよとか言われながら、うん、ね、あの原爆ドームがずっと流れてる川沿いをずっと歩いてたんですけど、歩いてね、ほんまにおっさん4人がいろんな石碑見たりとかね、なんかうろうろしながらこうずっとね、美味しかったですね広島焼き、広島焼きね、ほんまに美味しかった、ほんまにね、ただ大阪人としては、うん、なんかこう、うん、物足りひんな、あ、あの広島焼きが、やっぱお好み焼きずしっときてほしいな、うん、この喉越しにずしっといや、あっさりしてええな言うとったからいや、あっさりしてるけど大阪人からするとどうもあのお好み焼きをずっと食ってるから、うん、あー、あのなんちゅうの、うん、こう なんちゅうかな、口の中で、うん、広島焼きとほどけるやん、ほどけるふわふわふわ、うん、じゃなくてこう、うん、ずしっとこう、なんていうんかな、うん、こう、キャベツとかね。噛み応えというか、はいはいはい、詰まっててほしいなとは思ったけどね。うん、そう。美味しいよ。美味しい。美味しいね。で、広島焼きとか、薄い皮でな、うん、あそこにこう、キャベツと、こう、や、あの、蕎麦をボーンと入れて、うん、で、卵で挟んでるぐらいやから、それは、うん、まあね、さっぱりしてるけど。さっぱりしてると美味しかったですけど、ね、うん。いや、ほんまに。どんだけソースかけんねんぐらいみんなかけてたけど、あんなかけたら毒やで、あれ。
どんだけかけんねんってソース。いやもう店の人かけてくれてんのにね、あれほんまに。そうですよ、うん、いやまあ有意義な お昼というか、うん、ね、そうそうそう、ちょっと寒なってきましたね言いながら帰りましたけどね、うん、なんか良かったなすごく。なんかね、ほんまに良かった。天気もよくてあったかくて、あえてゆっくりしたよね、うん、そう、うん、なんか仕事行って帰ってくるだけやからな、うん、うんうん、ね、こうなかなかそういうスケジュールがねやっぱりみんなないのよね、やっぱりね。漫才サミットもそうやもんね、もうそんなうろうろすることないもんね、まあ、ご飯を食べに行ってる感じですもんね。あ、ご飯ね、そう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 、ご飯をね、それを楽しみにね、してるぐらいですから ね、そうよ、ほんまにね、うん、今日はだから4月1日ですから、うん、どんな嘘ついたって別に誰が本気になって送るわけでもないん で、 そうです、ね、ちょいちょい嘘ついていきますけども、ちょいちょい嘘ついていくんかい。嘘です、エイプリルフールです、なしで嘘ついていきます、ね、いやあかんやん、それ言わなあかんやんか、それそれ今のただの嘘になるから、それはほんまに、伝説の一日ももうあさってからです。今日はね、はい、今日は今から前乗りして夜の地獄の稽古なんです。地獄の稽古、我々はあの4回目のね、あのさんまさんの駐在さんにも出させていただきますんで、そうですね、それのお稽古があるということでね、110年やって吉本、うん、110年、すごいね、10年前にね一度100周年でやりましたけどね、110年もやってる芸能事務所ですよ、うん、いやこれね、でもこれ言うててんけど、はい、この中にも出てないの 何千人とおるからね、はい、あ、そうや、考えたらありがたいことですよ、うん、ここに出れるってことが、ま、ね、選んでいただいてということやもんね、ほん、ま、いやほんまそうですよ、朝8時半から誰が見たいの、はい朝8時半からお笑い見たいか死んでまうで頭おかしなってせめて昼過ぎやろやってな、そう、ね、8時会場ってあんた、いやもう演者もお客さんも辛いわいう話やもん、これほんまに。で6時半からはいね、そうですよ、最後のさんまさんの駐在さん、さんまの駐在さんってあります、うん、いやもう8時半、あ、それオンラインでね、なんか配信やるみたいなんでね、うん、オンラインはあの上限ないんで、まあ、いつ皆さんあのお買い求めいただければ、すごいじゃないですか、オンラインでこれ見れるって、そうそう、全部ね、全公演見れますんでね、だって2日目なんてダウンタウンさんが、うん、あ、3回目 ね、これまだ何やるかちょっと分かれんね、そうですよね、俺、うん、も聞いてないわね、何やるかね、すごいな、いやーほんまね、今吉本やからこれできんねやろうけど、ふう、うん、もうこれも各劇場にねこのポスターが貼ってあってね、もうみんな眺めてましたね、昨日のルミネの時で、幕間スペシャルやって幕の間幕閉めてその前で、うわ懐かしいな、なんかこう幕間とかありましたね、昔若手が幕間1分か2分やらされるやつねあったあった、どんちょが閉まってる前でね、どんちょが閉まってる前、そうそうそう、でちょうどネタと新喜劇の間に幕閉まるんで、その前でさあ、まもなく新喜劇が始まるんですが、ちょっとその間お付き合いいただきたいなと思うんですけども、皆さん、遠いとこから来たよという方、もうこれ。はい。ちなみにどちらから？ニューヨーク。ニューヨーク、なんな、合わない。いや、ほんとなん。え、ほんとなんすかたまにほんとの時あるかな。たまにほんとの時あって。ボケや思ってんのに、こっちは。そう、マクマって、まあ、こういう感じのことをね。そうそうそう。で、うん、ね、幕の後ろからトントンって背中叩かれるんですよね。ちょっと。さあ、というわけで、新喜劇後半始まりますが、皆さん、一回大きな拍手練習しておきましょうか。なんでやねん、お前、あれ。なんでやねん。拍手、それでは新喜劇でーす。バラバラ、バラバラバラですよね。懐かしいな、幕間。ようやったなー。やった、俺もね、幕間やったもんね。うん。だからその中でもとにかく明るい安村はマクマですよ。マクマ、一緒ですよ、3回目ですから。あ、ほんまに、うん、マクマで、そう、この前言ってたわ、だから安村が広島でこのマクマ1分なんですって安村、うん、これだけで行くんですって大阪ですぐ帰るらしいです。帰る言ってたね。着替えて、着替えてというかあいつ脱いでるだけやろ。脱いでるだけ着替えてもクソもない、脱いで着るだけやろ。だし言うてました。情報ホームページに載ってます、ね、あ、ホームページね。あ、もう載ってるんですね、はい、これ。あ、載ってる、載ってる、もちろん載ってるでしょ、はい、これは、我々ははい、3回目ですね、2日土曜日の3回目、2時40分ということは2時入りとかかな、はい、そうですね、よかった、ゆっくりできるわ今日
あ、でも今日夜も。今日夜も稽古ですから。夜中まで稽古ですよね。夜中までね、やりますから、ほんまに。うん。そうですか、すごいな。こんなにおるんやね。おるんですよ、ほんまに。大阪も合わせですからね、東京、大阪合わせ。あと、で、各 NGK 以外の劇場では、ライブビューイングというね。なんか配信するから別にビューイングせんでいいんちゃうん。はい。あんまり売れてないんで、そっちの方も。お願いします。そうですよね。わざわざ見に行かんでも、これ、携帯で見れるやんってことでしょうね。うん、そう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 。ね。あと、工場だけやったら、開局しました、BS 吉本っていうとこでも、見れるらしい。してるよ、そんなん。いや、してる、してる。見たことないもん。してんねんて。あ、してます。してるでしょ？してるんです、ちゃんとね、一応ね。この間も4人しか見てなかったんで、視聴者。4人って。テレビ局ですよ。テレビ4人って。ほんまか？って言って。番組長いよな。4時間ぐらいやってるよな、みんな。長いね、うん。ほんまに。ね。でも、各地の住みます芸人が、うん、出れるからね。まあまあね。そうそうそう。まあ、あれはすごいいいなと思うんですけど。ね、うん、全国各地の情報を、で、まあ芸人がそれを受けるというね。東京は東京で、大阪は大阪で。チャンネル持ってるお笑い会社ってすごいですよ。なかなかね、こうやって改めてね、普段そんななんとも思ってへんけど、ちょっと前までスタジオ持っててんで、吉本。ほんまやね。あ、そうやね。曲、うん、NGK の中にあったよね。中にあってのスタジオはすごいんやが、うん、ほんまに。だってこの間言ってたやんな、松竹の人が、うん、道端で声かけられたら、うん、吉本案内するよ、どっかこの辺で面白いとこないですか言われて、松竹の人があそこに吉本っていうのがありますって案内してて、で松竹の社員さんが、社員ね、スタッフの人が、すごい。これは値打ちあるで。ありますね、ほんまに。もう2日、うん、この2日しかないですからね。そう、本当に、ね。チケットがもう秒殺やったんでしょ、これ。ああ、もう早いことなんか、やっぱりね、売れたみたいで、やっぱり。ね、ほんまに。なんか投資券とかもあるとかなんか言ったね。2日投資券も。2日とかなんか、もうその日3回あるから。でも考えたらさ、これ週1でやってたらすごいよね。うん、いや、これはもう、うん、すごいことになるよね、これを週1でやってたら。俺は全然それでもいいと思うんですけど、これ週1で、うん、まあ、もうスタッフ倒れるやろうけどね、もうこれはすごいすごいと思うわ。数がもうね、新喜劇のこのメンバーの数かって、もういつものもう倍ぐらいおるでしょ。でこの幕間にやる芸人ももう、うん、はい、名の知れた芸人ばっかりやだ、これいますよ、ほんまにね。幕間でそう、安村ね、しっかりそうですもんね。おばたのお兄さんとかもそうですよ、マクマでやったりとかも。モンスターエンジンもマクマ。はぁ、おいでやす、オーダー、マクマですよ。すごいよ、これ、ほんまに。うん、これに、便乗じゃないわ。はい。これと同じ流れで、うん、YouTube の方もまた別の裏配信みたいなことやる。あ、やんねや。すごいね。抜かりないな。すごい、こんだけの銀動かす、一日で動かすのも、まあね、うん、マネージャーも大変ですけど、うん、大変やけどね、マネージャーは、うん、今日は、あ、そや、もう休みや、今日から。休みや、今日から。そうですね、休みいただきましたんでね、マネージャーがね。お休みいただきまーすって昨日帰ってました。いいなぁ。いいなぁ、じゃないよ。まあね、明日は、ね、暇な方ね、土日で。まあね、ファニーでこうね、配信買っていただいたり。そうですね。まあなんかね、BS 吉本も、ね、4人しか見てないんで、まあそっちの方も。そうですね。無料で見れるチャンネルなんでね。まあ7人ぐらいになったんじゃないですか、ね。3人しか増えんのも、うん。開局して1週間ちょっと経つけどね、もうほんまに。まあいろいろね、まあこれで笑っていただいてというようなことで、さあそろそろお時間でございます。2時間30分生放送スタートです。This program is specially designed to make you laugh shamelessly in the middle of the day. We've got a very special person hosting the show today. Well, without further ado, let's dive into it. Are you ready? The Radio Show!
どうもこんにちは、ザラジオショー金曜日、中川家の0時でございます。さあ、このザラジオショー笑いをテーマに、午後1時から3時30分まで2時間30分の生放送、月曜日から木曜日はナイツと曜日帰りのパートナー、土曜日はサンドイッチマン、そして金曜日は我々と、パートナーこの方でございます。日本放送東島愛理です。よろしくお願いします。もうね、青木さんの、はい、女性用の、いや着心地いいですよ。そうですね、新年度新しい東島でお願いします、はい、ね、ほんま新入社員かと思って。そうなんですよ、ういういしいですよね、やっぱスーツ姿って、ね、いや普段着てないので、はい、スーツに着られる感が出てしまうんですよね、どうしても。いや、いい、すごいね、パンツ下パンツですよね。スーツでしたね。パンツスーツでね、はい、まあ、あのね、ツイッターでも見れるんですよね、写真撮りましたもんね、さっきね、それまで下履いてなかったですよね。ズボラが過ぎて、すいません。お揃いになりました。お揃いになりましたよ、はい、ほんまにね。さあ、金曜日はリスナーの皆さんにメールで参加していただきます。今日のメールテーマはこちら、最近しみるもの。さあ、もう全国各地で桜が咲いているんで、本日はリスナーの皆さんに最近しみるものを募集したいと思います、うん、心にしみた出来事、風景、自分の身にしみた思い出、なんでも OK でございますね。まあ、いろいろね、しみるっていうのはいろいろあると思いますけど、コンビニでね、うん、お菓子握って、うん、背中つけてジタバタしてる子供を久々に見ましたね。おった、これ買ってっていうやつね、うん、あれ見たら泣きそうなんだよ、ね、何なんでしょうね。僕が心にしみるとかでよう言ってるのはね、あの保育園のお散歩のね、あのカゴに入った風景なんか見るとやっぱりこうしみるな、ね、しみるな。手つないでるのね、あの先生の手に4人ぐらいが手つないでるんですよね、うん、あ、そうね、きっと先生の一つの手にね、あれ見るとも涙が出そうなんですけど、何なんでしょう。あれってあの調べたら、自分の汚れが落ちていってねって、心が洗われてるんですか。洗われてるんです、子供と接して、ほんで涙に変わるんですよ、それで、涙でその汚れを出そうとしてるらしい。そう、悪い子の、まあ、いろいろな、あるもんな、そういう、大人の世界で生きてきて、それをちょっと吐き出してる、洗おうとしてるんで、汚い心を、汚い心を洗浄してる、洗浄してるんで、あの子供を見ることによって、ほんなこの間の広島の時も洗浄されたね、ほんな子供に声かけられて、写真なんか撮ったりとかして、みんな可愛いな、可愛いな、って。こいつはもう、うん、あ、よかったねって言ってもたもんね、みんなでチャチン取ってもらってんのって言ったら、ふーちゃん言うとったね、あの顔でチャチン取ってもらってんのって言ってた。本当にそんなリスナーの皆さんから最近しみるもの、メールツイッターでお待ちしております、はい、メールの方は ngk@1242.com、 ツイッターの方はハッシュタグ中川家ラジオショーをつけてつぶやいてください。今週もメッセージを読まれた方全員と、さらに抽選で5名様に番組オリジナルステッカー4種類からランダムで1枚をプレゼントします。住所、本名、電話番号をお忘れなく。そして今日2時台のお客様はお笑いコンビプラスマイナスさん、はい、生登場です、はい、中川家ラジオショー FM93 AM1242 東京千代田区有楽町の日本放送から、この後3時30分まで生放送です。ここで中央事務所からお知らせです。あなたのクレジットカードから現金が返金されるかもしれないことを知っていましたか。なぜなら毎月カードのお支払い時に利息を払いすぎているからです。中央事務所に電話をすれば現金がいくら戻るのか無料で確認できます。2万人以上の方に毎月お電話いただいています。代表は法務大臣認定司法書士田中修平。あなたには現金がいくら戻ってくる。今すぐ0120-10-10-10-10-10-10。はい、どちらのカードをお使いですか。食品輸送のパイオニア横浜低温では、全国各所で一緒に働く仲間を募集しています。お届けするのはあなたの笑顔。まずはお気軽にお問い合わせください。詳しくは横浜低温で検索。皆さんに今見てもらいたいネットフリーアニメはテルマエロマエノバエ。古代ローマ人はお風呂が大好き。山崎まりの大人気コミックテルマエロマエがネットフリックスでアニメ化。
主人公ルシウス役の津田健次郎さんは朝と晩の2回お風呂に入るぞ。今見たいと思ったそこのあなた、テルマエロマエの場合はネットフリックスで独占配信中。ベリーベスト法律事務所よりお知らせです。国は現在、集団予防接種が原因で B 型肝炎ウイルスの持続感染者となった方に最大3600万円の給付を行っています。昨年度のお客様への給付金は平均1000万円以上でした。ところが多くの方が未だに手続きをしていません。まず B 型肝炎ウイルスに感染していても病気を発症していないため放置している方が多いです。しかし健康な方でも給付の可能性は十分にあります。次に、家族を肝臓病で亡くされた方も放置していることが多いです。しかしこれらが原因で家族が亡くなった場合、遺族などの相続人が給付の対象です。最後にこの給付金ですが、請求期限があります。受け取れるはずのあなたやご家族の大切なお金を守ってください。ベリーベスト法律事務所は全国に60拠点以上、弁護士数270名以上、令和2年に B 型肝炎を提訴した方の約3人に1人がベリーベストです。さあ、あなたも今すぐ給付金がいくらもらえるのか無料でご確認を。お電話は 0120-70-7000 番、 70-7000 番、第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。あの、亡くなったお父さんの相談ってダメですよね。いえ、大丈夫ですよ。ご本人が亡くなられている場合、残されたご遺族の方が給付の対象になり得ます。有働のラジオ、次回のテーマは新人にそっとアドバイスです。タイガースファン歴43年の有働さんからアドバイスをお願いします。優勝する前に優勝特別号を出しちゃダメ。去年のタイガースですね。誰のアドバイスですか？出版社とそのインタビューに答えた私です。有働のラジオ、今日午後3時半からです。中川家のレイジです。ツヨシです。この時間お届けするのはこちらのコーナーです。ラリオ CM 男の久々来たの宇宙人が降りてきたの、はい、さあこのコーナー、架空のお店、商品、企業のラジオ CM を勝手に作ろうというコーナーでございます。なるほど。先週はね、1月から3月の以前作った CM を振り返ったんで、今週はもう作っていきましょう、はい。メール来ております。この方は栃木県宇都宮市のパンダの擬態引きさん。架空のテーマパーク、中川フラワーパークの CM を作っていただきたいです、うん。春は一面に広がるチューリップ、夏はひまわり、うん、秋はコスモス、冬にはライトアップと一年中何度もお出かけしたくなるテーマパーク、うん。小さなお子さんが楽しめるような遊園地コーナーもあり、小さなジェットコースターや観覧車でも楽しむことができます、うん。園内にはマスコットキャラクター、パカンスちゃんがいっぱいです。なるほど。あ、キャラクターも考えてる、ね。なんでパカンスなんやろ。そうやね。名前、うん。パークやから。フラワーパークでパカンスちゃん。春はチューリップ、夏、うん、もうそのままですよね。春はチューリップ、夏はひまわり、うん、秋はコスモス、冬はライトアップ、うん、ジェットコースターにバーベキューってもう今言って。うん、そうね、大体言う。うん。大人も子供もおじいちゃんもおばあちゃんも、うん。バカンスちゃんも待ってるよ。お。あ、バカンス。バカンスちゃん。うん。バカンスちゃう。バカンスや。ロマンスちゃん、ロマンスちゃう。バカンスや。関西弁。あ、おじいちゃんおばあちゃんも、うんうん、パカンスちゃんも待ってるよパカンスちゃんね、これどれがいい？その声がパカンスちゃんも待ってるよ。あ、どれがいいか。パカンスちゃんも待ってるよ。あ、まあ、お花やから女の子ちゃんのパカンス、パカンスちゃんも待ってるよパカンスちゃんも待ってるよ。ちょっとツンデレなパカンスちゃんでいいんじゃん。パカンスちゃんも待ってるよ。腹立つな、その声。バカンスちゃん、うん、バカンスちゃん、バカンスや、はい、関西弁だよね。そう、ロマンスちゃん、うん、ロマンスちゃん、うんうん、バカンスや中川フラワーパークどれがいいんでしょうね、声は。声声優さんってすごいな。だからそういや、すごい自由自在にはもう頭に浮かぶもんね、そのなんか人がね、うん、そう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 、ほんまにどうやろうなぁ。まあそのさ、バカンスちゃんも待ってるよ。ああ、昔のキャラクターやね、その声ね昔っぽい感じやな。バカンスちゃんも待ってるよ。あ
さあ、さあどんなキャラクターになってるのかそれもお楽しみということでございまして、受付メールアドレス ngk@1242.com ngk@1242.com 懸命にラジオ CM と入れていただけると助かります。たくさんのご応募お待ちしております。はい、ここで中央事務所よりクレジットカードをお持ちの方に現金が戻るかもしれないお知らせです。あなたがお使いのそのクレジットカード、お支払い時に利息を払いすぎていた可能性があるので返金を受けてください。対象のカード会社は100社以上。有名なあのスーパーやデパート、ネット通販のカードも対象です。毎月2万人以上の方からご相談を受けています。まずはあなたに現金がいくら戻るか無料でご確認ください。その後のしつこい営業電話はありません。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。お電話は0120-10-10-10-10-10-10。メンタルトレーニング指導士の田中ウルベ美也子さんを講師に迎え、5月12日木曜日午後2時30分から特別講演会を東京八重洲で開催します。テーマは心を整えるストレスとの上手な付き合い方。こちらへ抽選で100名様をご招待。司会は私上柳が務めます。ご応募はハガキに住所、氏名、年齢、電話番号、参加希望人数をお書きの上、郵便番号 100-8439 日本放送知識教養セミナー係まで。日本放送ホームページからもご応募できます。俺の車値段つくかな。はい、車買い取り実績ナンバーワンのガリバーです。お車のプラス査定を見つけ高価買い取りに挑戦中です。さすがガリバー。お任せください。そうこなくちゃ。ガリバー0120-66-4747 66-4747。キャッシングカードローンの過払い金は中央事務所で返金手続き。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。過払い金とはカードご利用時に払いすぎた利息のことで、手続きをすると取り戻せます。皆さん、過払い金誤解していませんか？クレジットカードに過払い金はない。利用が少額だと過払い金は出ない。それ誤解です。過払い金が少ないと手続き費用の方が高くなる。それも誤解です。家族や職場に知られる。必ず信用情報に影響する。全部誤解です。また実は皆さんに身近なクレジットカードにも過払い金が発生していました。現在お手元にカードや書類がなくても手続きできますので、まずは過払い金の無料確認ダイヤルで、あなたのクレジットカードから現金がいくら戻るのかご確認ください。お電話は0120-10-10-10-10-10-10。さあ、それではここでね、メール紹介したいと思います。はい、テーマは最近しみるもの。この方は、中野区、みっちょこさん。私が最近しみるようになったのは夏の終わりの風景です。最近はテレビでそんな風景を見るだけでも頭の中に井上陽水さんの少年時代や日本の歌の代表、ふるさとが流れてきて泣きそうになります。夏の終わりの風景はなんであんなにしみるんでしょうか。夏が過ぎ風あざみですか。そうです、そうそうそう、その歌。あざみって言葉ないんですってね。ええ、ないんですって。あの歌で、うん、あの井上陽水さんが勝手にそれっぽい言葉を作った言葉なんですって。あ、そうなんや。嘘です。嘘かいな。いや、ちゃちゃちゃ、あの変なとこでエイプリルフール入れてくんのやめてよ。いやいや、本当です。あ、そう、本当なの。本当なんです。本当なんや。風あざみ、風あざみだ。あざみなんかっていうのを調べたらなんか出てけへんねん。調べてみんちゃ。いや、今本番中やから、夏の終わりですか。夏の終わりね。だから、ま、祭りの後の静けさとかなんか余裕けども、もうセミもなんかちょろっとしか鳴けへん感じの時やろ。あ、そうそうそう、チチチチチみたいな、もう最後ちょっと寒いな。そうそう、泳いだけどちょっと寒なってきたな、うん、みたいなね。あ、わかるわ。日暮らしもね、いいですよね。あ、出た、日暮らし。あ、このね、風景。夕方。ね、あ、もう終わりや。あ、もう終わりか、言ってね。っていうやつですね。染みます。染みますね、これね。あと、誰もいなくなって劇場も染みますけどね、結構。
シーンとしてね始まる前とかもいいですよ劇場のシーンあシーンとしてね、そこからだんだんこう人が増えあと正月のこの辺りとかね有楽町とか丸の内あまあなんか寂しいわ嫌いや俺 正月のこの辺嫌いやねもう何もしてませんよ誰もみたいに言われてそう言われてるようで、まあね、こういう風に感じてねしみるってなかなかいいんじゃないでしょうか、続きましてはこの方は、引きこもりロビンさん最近映画やドラマやアニメなどで部下をかば、バカにされた上司がかばうシーンを見ると泣けてきます、子供の頃にはなかった感情社会という波に揉まれて出てきたのだと思いますなるほど長上げのお二人や東島さんは何か泣けてしまうシーンはありますかって。ああ、泣けてしまう。最近の CM よくできてますよね。テレビ CM ね。あれですか？東京ガス。そう。あれ泣きますよね。泣いてまうね。僕あれが好きやったんですけどね。うん、柔道のやつ。何の時柔道？子供が柔道をやってて、あの負けちゃうんですけどね。ああ、はあ、東京ガスのやつですね。東京ガスね。はい。あれも泣けてきますね。久保田のやつ知ってますか？向こうの。知りません。なんかあのトンガかフィジーぐらいのとこで、お母さん倒れてやろお母さん倒れて水を汲みに行くのにみんな手伝ってくれるんでしょみんな友達が手伝ってで大きくなってその子が水道関係の仕事をしてでもう一人友達らはラグビー選手になってるそうですそうですもうあれぐらいでいいんでしょうねあんな短い間にね感動しますよねいやだから作る人もすごいな思ってねそうですね、まあ、だって人の結婚式行ったっても泣けますもんねこっちそうですよ ねいやほんまに、全然知らんねんけどあお父さんお母さん苦労しはったんやもなとかねなんかもお前結婚式で泣 い,、泣いたことないえっ出た頭のおかしい部分冷めんね次の段取りやってる従業員見るといやいやそれ仕事やからえ仕事やからしょうがないやんかそこはいや仕事なんやけどあれが見えたら嫌なんよなうろちょろしてるやんいやまあそうさしてるよ次忙しそうですよね、なんか歌舞伎の黒子さんみたいにうろ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 してるうろうろしてるあれが冷めんねん次あれやねんなみたいなやつちゃうちゃうそういうとこも見るからやんかもうミントも新郎新婦の高砂席だけ見るようにしたいのにあとあいつとあいつ顔似てんなとか親戚やろなとか見てしまうからそっくりな時あって笑ってもらう時あるやろみんなね顔がね双子ですかって聞いてもらうあいつ双子じゃない兄弟ですよっていうそうなんですかどういう友達関係なんやろあれそこまでなんかね友達も見てまうよねどんなどんな環境で育ってきたかっていうのはどういうやつと付き合ってねあの新郎は、そう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 はあ結構あんな、ラフな感じのやつと付き合ってねえなみたいなねそうそうそうだからね一時結婚式もせえへんっていうのは流行ったけどやった方がええよねやっぱりねああいうの見るためにはね、面白いし、ね、そうそう面白いしねでもとんでもないおじいちゃんとかおるやろたまに間違ってるんちゃうみたいな場所場所長老館みたいな長老館みたいなひいおじいさんですよとか言ってね、なんか幕末の人みたいなたまに2、3人おる間違ってるそれか見れあれか過去から来たんかなとかやねんいや見てしまうねそんな過去から来てみんなには俺には見えてるけどみんなには見えてないんかなそんなこと考えてんのそう広めへ行ってそう全然主役見てないですね主役見てないですね確かにまあ職業病みたいなとこあるからね僕らそういうとこねそう次の段取り悪いとすぐそこに気づいてしまうんですよ、でなんかそろそろねあのお色直しで入ってくるのちゃうかいう時にトイレ行くふりしてその様子を見たかったりとかねそうスタンバイしてんの見えてまうねん見えんねんなしゃあないからニコってな挨拶してね向こうもなんか罰悪そうに、ね、そうそうだから陣内君の結婚式の時は、はい、あの薄い幕のとこ、バッてめくって大丈夫とか声かけに行ってしまう次出てくるの衣装着替えてんのにあそういうことしてしまうんですよね、向こうからしたらほんまにもう変な仲間呼んできやがってと思ってんねやろな恥ずかしそうにしてましたね
ね、うん、はい、もう一ついけますか。はい、この方埼玉県のアロエスさん。最近しみるのは子供の成長です、うん、0歳児から保育園に預けていましたが今日から年長クラスへ上がります、うん、あの時はとっても小さくて歩くこともできず保育園も泣いて行ってましたが、うん、堂々とクラスへ入って行ってきまし、行って行きました、うん、あと1年保育園を楽しんでほしいです。もうあっという間ですよ、ね、これがあっという間やもんね。ここがもうそこがあっという間ですよ。この保育園が振り返ったらもうおっさんです、ね、おっさんですあっという間のことですね。成長も早いわ本当に、ね、まあ、早い思ってんのおっさんおっさんオーラみたいなだけやと思うんですけどね。いやまあそうね、はい、ご成長ね、もう終わりですか。はい、今日成長、ね、心が現れますね、はい、テーマが最近しみるものです、はい、ngk@1242.com までお送りください。続いてはハロー神奈川、神奈川県の情報をお伝えします。日本放送横浜支局の田中さん、お願いします。はい、こんにちは。こんにちは。お伝えします。箱根芦ノ湖の海賊船で明日から季節限定のサンセットクルーズが運航されます。芦ノ湖の夕暮れが楽しめるサンセットクルーズ、期間は明日4月2日から5月28日までの毎週土曜日と4月29日と5月5日の祝日です。オレンジ色の夕日に染まる時間帯から夜に向かってだんだん変化していく芦ノ湖の美しい景色を贅沢に楽しむことができます。船内ではバイオリンやフルートの生演奏が行われて、サンセットをイメージしたオリジナルドリンクが用意されます。女子旅とかカップルで記念撮影ができる装飾されたウェルカムテーブルもあります。4月から5月の時期によって出航時間は少し違ってきますが、だいたい夕方5時過ぎから6時頃の出航で、40分から1時間ぐらいのクルーズとなります。感染対策のため乗船定員通常450名のところ3分の1の150名程度に制限されますので、ゆったり過ごせます。当日でも乗船券は購入できるんですが、事前予約の方が優先となります。詳しくは芦ノ湖サンセットクルーズで検索してみてください。横浜のスタジオから田中さんがお伝えしました。田中さん、ありがとうございました。日本放送ラジオリビングおすすめ、米久3種のソースが楽しめるお肉屋さんのハンバーグ、湯煎だけの簡単調理でお肉屋さんの味を楽しめます。13個入って税込み4780円。お申し込みお届け返品については0120-1242-86 までどうぞ。時刻は1時52分です。日本放送ニュースです。ニュースデスク森田さん、お願いします。はい、お伝えします。ロシア軍がウクライナ侵攻直後に制圧していたチェルノブイリ原子力発電所から完全に撤退し、原発の管理がウクライナ側に移りました。ウクライナの原子力企業エネルゴアトムが発表したもので、ウクライナの警備担当者らがロシア軍に連れ去られたということです。一方、 IAEA 国際原子力機関は31日、ロシア軍が原発の管理をウクライナ側の職員に移し、部隊がベラルーシ方面に向かったという報告をウクライナ側から受けました。ウクライナ側に管理が移ったことを受け、 IAEA は近日中の支援団の派遣についてウクライナ当局と協議していると説明しています。一方、アメリカのバイデン大統領は3月31日ロシアのプーチン大統領について自ら孤立しているようだという見方を示しました。ホワイトハウスで記者団に語ったもので、バイデン大統領はプーチン大統領が一部の高官を解雇したり自宅軟禁に置いたりしたという話もあると述べました。ただこうした情報には確固たる証拠がないとして、必ずしも確信を持っていないと説明しました。ところで、岸田総理大臣は今日の参議院本会議でロシアによるウクライナ侵攻に関し、
核兵器が使用される可能性を深刻に懸念していると述べました。今般のロシアによるウクライナ侵略の中で核兵器が使用される可能性を深刻に懸念しています。ロシアに大量破壊兵器を使わせず侵略をやめさせるために引き続き G7 をはじめとする国際社会と緊密に連携しロシアに対して強い制裁措置を取っていく考えです。次に日銀が今日発表した先月3月の短観企業短期経済観測調査によりますと最近の景況感を示す業況判断指数が大企業の製造業と非製造業のいずれも2020年6月以来1年9ヶ月ぶりに悪化しました。3ヶ月ごとの四半期としてはいずれも7期ぶりの悪化です。これについて松野官房長官の記者会見です。こうした結果は持ち直しの動きが続いているものの新型コロナウイルス感染症による厳しい状況が残る中一部に弱さが見られる状況を反映したものと考えています。おしまいにアメリカメジャーリーグエンジェルスの大谷翔平選手は3月31日ブルワーズとのオープン戦で今シーズン初めて投打同時出場し4回途中まで投げて2安打3失点で三振を4つ奪いました。最速は159キロでした。また1番バッターとしては3打数1安打1打点でした。試合はエンジェルスが10対5で勝ち大谷選手は勝ち投手となっています。この時間のニュースは以上です。森田さんでした。ありがとうございました。いつも声を聞くあの人に聞いてほしいことがある。好きなもの、くだらないネタ、僕の本当の胸の内、そんなリスナーの思いをつないで生まれる朗読劇リスナーたちの星空。出演は佐藤しおりほか。4月27日から紀ノ国屋サザンシアター。詳しくはリスナーたちの星空で検索。時刻は1時56分です。日本放送交通情報です。警視庁の小池さん、お願いします。はい、お伝えします。圏央道が工事のため渋滞しています。圏央道の八王子ジャンクション方面に向かう内回りは狭山日野川インター付近で緊急の工事が行われているため12キロ渋滞しています。坂戸インターから八王子ジャンクションまでの所要時間は1時間10分です。外回りは圏央鶴ヶ島インター付近で4キロ半渋滞しています。高速道路です。中央道の上り線は東京の烏山トンネル付近に故障車のため5キロ半渋滞しています。東名高速道路の下り線は神奈川県の大和トンネル付近で1キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。横羽線上りの浅田で3キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターの小池でした。小池さん、ありがとうございました。次の日本放送交通情報は2時56分ごろお届けします。それでは、メール紹介していきましょう。テーマ、最近しみるもの。この方、ミーリンさん。小さなことですが昨日次男とバスで出かけた時にさっと私の荷物を持って、くれた時に心にしみました。うわ、次男は今年高校1年生になります。まだまだ子供だと思っていたのにしっかり成長していることにジーンとしました。高1か。何やろ、ちょっとちっちゃいと思ってんの。もう一やったらもう持つかな。いやでも持ってへん子もおるんじゃん。そんななかなか手もあるんじゃないですか。まあそうですね、お年頃ででもね、最近 の, あの男の子、まあ高校生ぐらいの子でも、お母さんとすごい仲いいもんね。仲いいですよ。なんかね、昔とは違いますよ。出ていけクソババアなんてもう言わないですよ、今の子は。参観日来ただけでもね、おらん時も嫌がってたのにね、高校生とか。もういてないふりしましたからね、いてんのにね。とぼけてたからね。そうそうそう、あれ誰やろ、ずっと喋ってるおばちゃん。誰やろうって、うちのおかんでした。自分の親やのに。そやねん、もうほんまに恥ずかしい、恥ずかしい。授業中や言うてんねん。この後もメッセージをお寄せください。まもなく2時になります。天然植物活力液 HB101、野菜、花、米などに水に薄めて使うと植物がぐんぐん元気になります。 HB101 は 0120-86-1261 フローラまで。植物元気 HB101。 はい、ここで中央事務所よりお知らせとお願いです。
あなたの財布に入っているクレジットカード、そのクレジットカードから現金が返金されるかもしれないことを知っていましたか？なぜなら毎月カードのお支払い時に利息を払いすぎているからなんです。中央事務所に電話をすれば、あなたに現金がいくら戻るのか無料で確認できます。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。毎月2万人以上の方にお電話いただいています。対象のカード会社は100社以上。あなたの使っていたクレジットカードから現金がいくら戻るのか、今すぐご確認ください。お電話は 0120-10-10-10-10-10-10。 はい、どちらのカードをお調べしますか？紫のカードだったかしら。こんなんで調べられる？はい、大丈夫ですよ。ザ・ラジオショー2時です。さあ、午後2時を回りました。中川家の0時です。剛です。日本放送東島入りです。中川家ザ・ラジオショー、笑いをテーマに東京有楽町日本放送から3時30分までの生放送でございます。ゆずです。でしょ、真似せんでね。真似せんで。さあ、それでは2時台のお天気ですね。剛めろちゃん、お願いします。こんにちは。どうも、こんにちは。よろしくお願いします。いかがでしょうか？すごくいい天気ですね。はい。ですけれども、はい、気温の方が、はい、10.7度。あ、10.7度。湿度の方が40.6% です、はい。湿度がちょっと低くて寒いということ。はい、本当に寒いんですね。うん、こっから日が暮れていくと、はい、一桁になるのかな。ああ、ね、どうなんでしょう。なんて。行っちゃったりなんかしたりして。いや、表では。はい、また誰かがこちらを向いて手を振っている。あら、つゆめろちゃんのファンじゃないですか。何さんでしょうね。あ、男性ですか、女性ですか。春なんて言っただろ。ほら、そういう言い方、せっかく来ていただいてるのに。来てますね。来てました。あの立ち姿が怪しい人なんでね。男の人ですかね。男性ですかね。ありがとうございます、はい、だけど、ね、うん、こうして来ていただいて手を振ってくれるなんて、はい、本当にね、ありがとうございます。ありがたい話でございます。またお便りが来ております。来てますか。はい、横浜市のりょうさん。はい、今日はエイプリルフールですが、はい、強めろちゃんが最近ついた可愛い嘘を教えてください。可愛いなんて言われると、可愛い嘘を言わないとダメじゃないですか、うん、いや、いいんですよ、別にその気にしなくても。なんか最近ついた嘘を教えてくださいの方が良かったですね。じゃあ、可愛い嘘がつけたのに。あ、まあ、偉い、ダメ出されてますよ、りょうさん。厳しい。私も気になってましたけどね。と先日ですかね、はい、あのここ来させていただいた時に、うん、スタジオに、はい、天気予報を言う時に、うん、はい、実は手をこいてました。何だそれ。嘘です、嘘ですよ。嘘です。嘘でしょ。そうですよ、エイプリルフールですかね、強めのちゃん、ね、嘘の話をです。嘘ですよね、それ。閉国なんてね、その本番中に。絵なんてこがないですよ ね、そりゃそうですよね、強めのちゃんがね、はい、だったら一人の時ですね。こくならね。あの、たまにお尻が持ち上がるんじゃないかというような絵が、うん、おならがありますよね。ボーッと出るやつね。このお尻の数字に沿ってくるおならもありますよね。ツンと上に。あります。それあります。熱いやつね。それはほんまの話ですよ。でもおならが出ない時は、うんうん、どこから出ると思いますか。え、何ですか急に。お尻から出なかったおならは、はい、口から出るんですよ。それな、なんそれは、うん、本当なの。本当ない、本当ない。嘘言ってくれて。繋がってますからね。まあ体はね、繋がってますからね。はい、上向いて言わんでも大丈夫です。本当にね、すいません、ありがとうございました。はい、はい、さあ、それでお天気。はい、お天気です、はい、関東地方よく晴れているんですが寒いんですよ、はい、予想最高気温は東京都心で12度。各地昨日より10度前後低くなっていまして、うん、花冷えですね。北寄りの風が強めに吹いて、あの満開が過ぎたところでは花吹雪も見られるような予報になってますね、うん、桜はあっという間ですね。今日は暖かく着込んでからお出かけください、はい、さあ、この後は本日のお客様プラスマイナスさんが生登場です、はい、お楽しみに。東京税理士会所属税理士法人48より、最近身近な人を亡くされた方へ相続税の申告はもうお済みですか。
申告期限10ヶ月を過ぎると罰金が課されるのでご注意ください。まだ相続税の申告がお済みでない方は今すぐお電話を 0120-400-800-400-800。 月曜日から木曜日はナイツ、金曜日は中川家、土曜日はサンドイッチマン。お聴きの番組は FM93AM1242、 ラジオで聞いてもラジコで聞いても日本放送です。フリーパイプの尾崎世界観です。野球を深く探求するポッドキャスト野球 100%、 今回はセーバーメトリックスの専門家鳥越則夫さんとデータで野球を分析します。フリープハイプ尾崎世界観の野球 100% パワードバイ日本放送ショーアップナイターは日本放送ポッドキャストステーションで配信中。 Welcome to the radio show。さあ、このお時間ザ・ゲストショーと題しまして、ゲストと一緒に笑いをお届けしていきたいと思います。本日のゲストはこの方々でございます。どうも皆様こんにちは、プラスマイナスでございます。よろしくお願いいたします。はい、どうもオール巨人です。趣味は漫才です。冗談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 っていうのは早いですけどね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。金光です。よろしくお願いします。ありがとうございます。もうあのもうあれですもん、2回目ぐらいですもん。そうですね、はい、はい、2回目やと思います。昨日もあのルミネ在留しルミネでもいつも同じ出番で、本当すいません、めちゃくちゃ出てんのちゃうの。結構でもそうですね、そうですね、劇場年間500ステージぐらいですかね。普通にびっくりしただけやから。またいつもの癖が乗り移るから、僕に癖の餌をくれたんかなと思いました。違います。ほんまにびっくりして。500も出てんの。500やって、まあ、500ステージぐらいですかね。それ177万稼ぐ。ちょっと待ってくださいよ。あれはね、言うてて有吉の前に。いや、あれはもうたまたま多かった時期やし、言わんでもええって言われてたんですよ。ほんでもう、でもスタッフも直前で、言わなくていい、見せんでもいいですって言われてて、ほんで一人一人めくっていって、ほんで結局僕の順番になって、見せませんって言うたんですよ。ほんでなんかもう、はみたいな空気がなんかちょっともう、これ行くしかないですよ。あれはびっくりした。いややわあんな。今日はびっくりした。やめてくださいよ。たまたま多かった月にそんな夢があるわ。やめてください。夢ありますわ。ほんでエゴサーチしたらもらいすぎやとか、なんやねんみたいな。そうなんね、夢あるとかなんか、いやもうやる気なくしたわあんなの見てとか、もういやすごいよ。たまたまの事故ですあんなのは。そんな、M1 王者の、はい、誰やったっけ、トレンディエンジェルですね。トレンディエンジェルに勝ってるっていう、ね、こんな複雑な、ね、ことがいろいろ絡み合ってたんです、ね。まあ、そうか。そう、いやいや、すごいね。決勝に一回も行ったことないんですけど ね。でも、いやいや、なんとか。うん、なんとか、もう、いや、普段も3分の1ですよ、そんな。そんなことはいや、ほんまに、中川家さん、いくらなんですか。なんでやねん。なんでやねんな。発表するわけないやろ、せーの、ドンで。聞きたいな。いや、今月。いや、じゃあ、言わんでええねん、そんな。今月はね、18万5千円です。モテるか。モテるかってどういうことやん。モテるかって何ですか。18万5千円。何や、そのツッコミは。すごい夢があるわ。いやいや、もう こだま師匠やったら餃子さん持てんちゃいますか。ねえ、わからん。こだま師匠分からん。お前さえ見たことない。あ、そういうシステムなんですね、師匠も。わからんねや。なんで。いや、見たことないって言うから、そういうシステムの方いますんで。いや、わからんねえな。コーラは休みな。言ってあるけどね、ネタでね。コーラは休みな。だからもう吉本最高です。いや、どれぐらい やってんの？一日どれぐらい最高である？漫才。漫才は一日でも10ステぐらいですかね。ちょっと待ってよ。そうですね。大阪行った時とか行ってこいとか。いや、もう、関西今すごいです。森の宮もできましたから。はい、劇場 NGK 漫才劇場、うん、森の宮をこれ行ってきたり、行ってこい行ってこいして。たまに地下のイエスシアターなんかが入った日にはもう10ステ、はい。
強さ頭抱えてますよ。いやマジですごいね。いやいやあのじゃあということは、うん、プラスマイナスが舞台1回10万やから、はいうん、ちょっと待ってくださいよ。100 や、 いや ちょっと、ま、いやちょっと待ってください。ちょっと待ってほんまにもうちょっと欲しい。ほんまにマジで。いやすげえな。それはそれ177だから そ、 じゃそれはほんまにたまたまねものすごいそのなんかあるじゃないですか企業案件のなんかあの、ね、契約系のやつが、うんうん、こんなこれ単価こんなくれんのみたいなのが重なって、うんうん、一番最近の月を書いてくれ言うからもう書くしかなかったんですよ。普段は3分の1です。他の事務所もびっくりしてたやん、うん、びっくりしてたでしょうね。だって、うんうん、だってテレビもそんな出てないですし、うん、劇場で、うんうん、ね、うん、やってって言うて、うん、それは嘘ちゃうかと思ったでしょうね。でもみんなねもうびっくりした、ね、吉本興業っていうところのその劇場の本当にありがたさというか、うんうん、まあ正直な話1日10回もやったら、はい、飽きひんのほんまに。飽きてますよ。飽きてるよな。そうなんですよ、ね、最後ヘッドヘッドになりますし、うん、僕の場合はね、うんうん、6ステぐらい6ステ目ぐらいから疲れのピークになって、うん、で、はいはいはい、7、8、9はねなんかハイになって全然逆に疲れないというか、うん、なんかそのはい、なんかそんな感じです。僕の場合はマラソンみたいな感じな、ね、そうですね、うん、後半はそうです、ね、6回目を機にまたグッと上がっていくみたいな感じなんですよ。そうなんですよ。僕は4ステ目から、うん、普通にちゃんと疲れてきます。疲れてくる。疲れ三つは。声も下がってくる。声も。でも意識してこう、ね、盛り上げようにしますで。飽きひんようにするためにネタを全部書いたりするんですけど、うんはいはい、ちょっと受けが弱かったら、うわお客さんからしたらそんなん関係ないのに、ほんならこっちが飽きたとか関係ないから強いネタやっときゃよかったとかね。うんうんうん、そういうことです。はい。うわいや、わーじゃないよ。のいや、こっちやから、わーっていうのは。あら、出た。あごめんなさい。すみません。ちょ花粉でね。あ、花粉かいな、それ。そうですよ。まあ、鼻が。あれ僕も鼻がかゆくて花粉で。なんか、どっかセット立て込んでないですか、ね、ちょっと工事してますかね。工事してるのかな、ね、すいません。なんか家建てんのかな家建ってるかもしれないですね。あれ、家建ってる。家建ってるよ、これ。絶対家建ってる。家立ってる。家立ってますね。家立ってるわ俺。家立ってこんな近いところで。毎回やってるよそれ二人。岩橋と昨日も。昨日もやってたんですか。昨日もやってた。楽屋でちょっともう。急にやんもう僕を見つけてくれはったらいつも やってくれはるんで。それってじゃあ最初に「お」とか言ってくれよ。「お」「岩橋」とかそういう会話あってからやってくれたよ。ないですないです。いきなりやってん昨日も。はい。もう顔見た瞬間に。僕もあの岩橋くんがいろんな癖持ってて、うん、みんなが言うじゃないですか、はい、こんなとこで癖出すなよって言うんだけど、あんまりね僕最初、うん、初めて会った時から、ねはいはい、そんな僕言えないんです、うん、あ言えないんです、うん、僕もあの、うん、さんまさんが説教してる時に、うんで、ハザードやってしまって。うわぁ、ハザード出ましたか。どえらい怒られたことがあって。でもだから、岩橋くんのもそんなに言えないんですよ。言えない。うん。なるほど。なるほど、ね。いや、苦しいですよ、本当に。いや、もうそれ。もうハザードが出てきて、なんか、うんうん、あ右に曲がらなあかんと思ったんですよね。うわぁ、わかりますわ。わかりますわ、言ってんの、岩橋くん。ハザード出てきて、右に曲がらなあかんっていうのわかりますわ、本当に。絶対出るやろ漫才中のやつ。出ますねやっぱり、うん、基本やっぱりこう、うんうん、あのつかみとか違うことやったり急に違うネタをやったりとか、うんうん、あと、うん、ありがとうございますっていう口の動きで全部漫才やらなあかんっていう地獄ですよこれ地獄じゃねえほんまずっと一刻堂みたいなことせえって言われるんですよ。いや誰に言われてんの。ありがとうございますっていうこの口の動きで、うんうん、でどうもプラスマイナスです言わなあかんっていう口と絶対合わないじゃないですか。口は常に。はい、ロックだ、ロックだ、ロックって言ってるんですよ。懐かしい。これがもう、なかなか抜けなくて、もう。彼の実はどう、うん、どう対処するのそういう時。もう、ほったらかしみたいな感じになっちゃうわけ、うん、いや、そうですね。うん、何言ってもあかんもん、うんね。そうですね。はい、基本も、何なんですかその時の。正解はないねん。それを言いたいから。あ、そうなんですよ。大したっていうか。うん。強引に止められてもきついですしね、うん。そのつもりじゃないもんな。そうです、そうです。ボケてるつもりではないから、これ、ね。そうなんです。ほんまに。まあだから、こう、優しく見守ってくれてるんで。うん、なるほど、はい。漫才以外ではうう、まあ、漫才が大変です。もう今日もずっと朝から、もうお風呂入ってずっとこの、うんうんお風呂の、うん、あの水面をね、うん、こう揺らして、はいはい、まあまあそれはね、ぶちゃぶちゃ揺らして、うんうん、でその
自分がこう体をこう動かしてお風呂の湯船のお湯をこう動かすんですけど、波立てて、その波立てて、うん、その波がここの高さまで行かなあかん、うん、けどここは越えたらあかんみたいなのが頭に来るんですよ。ホンダもずっと今日1時間半ぐらい波作ってました、お風呂でバッタ助けてくれよ。それはまあ人の倍疲れるわ。ほんまですこれ。それでもまあ自分だけやからええやんか。例えばもう結婚して子供もおる、子供います、はい。子供に対してとかそんな、子供に対してはもうあの近寄らんようにしてます。近寄らんようにしてます、はい。もういろいろ浮かぶから頭にねよからぬことが浮かんじゃうんで、ね、もうこれはもう近寄らんようにしてそうやな、危ないもん、ね、危ないです。もう宝物ですじゃないですか、子供って大事ですから。そう考えるとね、うん、もうやったあかんこと浮かんでしまった時、その浮かぶ自分がもう嫌なんです。あ、そうね、うん、なんで我が子にそんなこと浮かぶんやと、うん、もうその自分がもう嫌でしょうがないから、はい、だからもうちょっと、ね、うん、いい感じの距離感を持ちながら、距離感持ちながら、はい、頭噛んだことあんねやろ金光も。あ、いっぱいあります。え、はい、どういうこと頭噛むって。いや、なんか噛み癖があるんかな。噛み癖がちょっと、はい、なんか頭よう噛まれてました。イーってなったらこう噛みたくなりません、ね、なんかイーってなったらこう、それはないわ。イーってなったらこう、それネタ合わせしてる時でしょ。そうですね、してる時とかもなんか頭噛まれて、うんうん、初め痛い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 って言ってたんですけど、うん、もう最近も任せるがままです、どうぞ。あ、でも噛まれても別に噛まれて、ね、収まるのが何やね、頭噛むってめちゃくちゃやんか。でも二人で高校とか同級生、同級生ですね、高校の同級生です、はい、はい、そうですね、はい、これ金光も高校の時からこんな感じな、今橋は。でもそうですね、癖はあったんですけど、うん、まあ知ってましたけど、うん、まあ隠し気味やったりとか。あ、それはね、思春期ですしね、はいはいはい、やっぱり好きな女の子もいましたし、うん、まあ、そのせいのね、変な風に思われたくないから隠してましたけど、うん、けど窓から座ったことあったよな、一回な。ね、びっくりした、あれ背中でね、そのヤンキーがちょっとグレて窓ガラス割るとかじゃないんですよ。その金光と二人で廊下でこう立ってて、うん、ほんで窓ガラスを背中にこう立ってたんですけど、うん、なんかこう、うん、なんかこれ割れそうやね。なんでそうなんねん、もうって言うてな、うん、ほんだらもう、なるほど、こう我慢できないようになって、うん、だんだん強くして、うん、バリーンって割れて、あれめちゃくちゃ謝ったな、あれみんな出てきたな、もうクラス中教室からみんな出てきて、そらそうやろ。だからもう、なんで僕だけ、僕だけじゃないですか、なんでですか。いや、まあ、そういうのは僕もね、あんまり言えないんですけど、まあ、そういうことあるんやけど、そこまで実行には、うつさんまで、ほんまですか、我慢できてるわ。ほんなもう学校のはい、消火栓危なかったよ。消火栓危なかったですよ。強く押す。強く押すってやつ。あれもいつもカバーがカパって外れるまで押してました、ギリギリ。押さないんですよ。押さないんですけど、カパってカバーがずれるぐらいまで。ついてんな。もう。ギリギリまで来たね。ギリギリまで。これ自分で納得して汗を。なるほどね。で、野球もやってた。野球もやってました。野球もで、もう目立ちたがり、かたりやかたに。ごめんなさい。目立ちたりやがり屋で。普通に勝っただけやから、はい。目立ちたがり屋で。目立ちたがり屋で、ピッチャーやったりしてたんですけど。うん、はい、うん。もうボーク取られるんですよ、やっぱ。なんで変な動きするから。あ、セットポジションっていうのがあって、ランナーを背負うと、こう、振りかぶらずにセットポジションって言って、一回この胸の前でグローブとボールをこう合わせた状態で、止まらないといけないんですよ。それができなくて、ビョコって動くんですよ。ほんだら、ボクーって言われて、ほんだらもう一塁ランナーが二塁行くわけですよ。ほんでもう、一回ボクーって言われたらもう、普通の人って、あ、気つけようなんですけど、もう我慢できへんから、もう、一回目より大きい動き、やった、ボークー言って、で一塁ランナーがボークで帰ってくるっていうね、ホームに、本当にもう、なんとか、しょうがないですね。いや、ほんま、うん、それ子供師匠見てたんでしょ、それは。わからん。見てないねや。うん、言うてましたよ、ね、横で。いや、分からんねえ。いや、分からんことないでしょ。分からん。見てた、言うてた。うん、言うてたのに。なんか、どう対策されてるんですか、剛さんとか。なんか、そういう、なんか、うん、心の中にそういうのが出てきたとかっていうのを、うん、対応とか対策というか。うん、
僕は一回深呼吸して、うん、もう よそ見してそれを忘れるように。なるほど。あ、じゃあそうした方がええねんで、ね、うん、岩橋深呼吸して、そうそうそう、よそ見して、うんうん、だからね、そういうまあ癖が出てしまうのもしょうがないんだけど、だから、はいはい、ね、あの僕はスケボーに乗るふりして、うん、スケボーだけ落としてました、坂から。危ないですか。あた、あれもあったよな、あの俺を自転車の後ろに乗せて、はい、急に俺を後ろ乗ってる俺を急に押して自転車から下ろす。それもそうなんですよ、落としたあかん、落としたあかんって一、うん、回こけてね、親父に言われたぞ、うん、お前もうそんな、お前レイジ後ろ乗せて落としたらすんなよ、危ない、うん、いや、からがもわかんねえ振りみたいな。ああ、そうっすよね。で、落とさなあかんやんけ、うん、なんでや。わかりますわ。ドローンって分かります。思いっきり落ちたからね、ほんとに。僕はね、もう思春期になる頃にはもうそれは収まって、収まったんですか、うん、何しかないと辛いんですよ。でもまあね、それを岩橋の場合はね、まあそれがまあちょっとあのボケになってたりとか、そうですね、してる部分多いから、うん、はい、ね、なんか覚えてもらえたりはしてますけど、うん、そうね、はい、でもやっぱりね、そうそう、だからその先輩とか絡む時ってやっぱ怖いんちゃう。先輩がちょっと怖いです ね、うん、ね、やっぱりその、うん、睨んじゃったりとかするんで、なんすか金光くん、これ。NGK の楽屋とかで、はい、まあ、師匠が、まあ、はい、から当然挨拶しないといけないですよ。それはもちろん、そうですよ。おはようございますって挨拶した後に睨んでしまうっていう。怖いんですよ、だからそれ見てたら。ちょっとね、一回、本当に味覚師匠に一回、昔ありましたね、ちょっと。ちょっと何や、睨むことが。何やって言われて、で、もう目こすって、あ、目は、目悪いふりして、すいません、目が悪くて、ちょっとすいません、言うて。睨むやんね。ちょっと、俺もなんか前、本社で会った時、帰る時に、岩橋くんがポスターの前立ってて、はいはいはい。なんか何のポスターか忘れてる。はい。終わったんやろって、あ、終わりました。うん、帰れへんの、いや、ちょっと今数えてるんで。数えてる？ポスターを見て、数えてねって。何か自分なりの。自分なりの好きな数字みたいなのがあって、うんうんうん、それが僕は、ナビアツさんやないですけど、はいはいはい、なんかこう、うん、3なんですね、うん、3の倍数、はい、だから3の倍数で数えていったりとかするんですけど、うん、まあ4はダメなんですよ、で5はね、うん、もう適当なんです、うん、で6は裏技なんですよ、うん、で1はスタートで2は雑魚キャラ、うん、3で揃える。マジで、だから3で揃えなあかんのですよ、これがもう本当に苦しくて。だからそのポスターの前からどかへんからさ、あーだ、ほんほんほん、まだ帰れませんけど、いや帰れるよ。ちょっと、はい、すごい、ね、なるほどね、帰れない。気になっても本当はもうええわって思うんやけど、そこ思われへん、思われへんのですよ、納得いくまで佇んじゃうというか。じゃあプラスマイナスで、うんうん、例えば、はい、陶芸家のとこにロケとかも始まるよね、たぶん、ぐにゃってや、ぐにゃってや。陶芸家は、ダメですね。僕、一回バスの、太陽さんとバスの旅あるんですよ。あの、うん、テレとかなんかの、うんうん、バス旅いうのがあって。バス旅ね。うんうん、電車とバスどっちが早いかみたいな。はいはい、でそれで、はいはい、陶芸のね、うん、とこ、行ってしもて。あのね、まっすぐ上に、花瓶を作らなきゃいけなかったんですよ。長細い、まっすぐ上に作る。僕なんか、あの大相撲で優勝した力士が飲むみたいな平べったいやつ作ってしまいまして、癖、はい、でどこが花瓶やねんって、その上にできないんですよ。ミャーミャーってやったらもうブワー広がるんです。あれで嫌われ苦手です。あ、そうか、分かんことないわ。そうか、そういうロケの時もね、どう、そういうロケ、こけしに目描くとか無理やんな。ああもう苦手ですね。絵付け絵付けとか無理ですね。もう絶対もう変なとこに目。だって前ロケでほら、うん、カンヌシさん、カンヌシさんって。あ、カンヌシさんありましたね。ショーみたいな。あ、ありました、ありました、うん、ありました。あれも無理やったもんね。あれもカンヌシさん。ほんまにさんまさんに頭蹴られると思わなかったですからね。変な。あの京都のね、京都のね、芸能神社で。ありましたね。いや、もう大変だわ。あと昔、和菓子を作るロケがあったんですよ。あ、ありました、ありました。はい、繊細なやつ。で、うまいこと、やっぱ器用やから作るんですよ。あ、そうなんや。なんとか癖を我慢してね。綺麗なやつ作って、2時間ぐらいかけて、あ、いけたと思ったら、最後に、ドーンって作る。最後の最後。
僕ね、拳で子供の生徒たちがね、うん、それを見た瞬間ね、うん、もう、うん、急いで靴履き替えて逃げてるんですよ。何か出ていった怖いわ大人が、ね、まんじゅう潰してたほんま。すごい芸術家しか分かってもらわれへんようなね、そうそう行動やもんね。なんとかなんとか やらせてもらってますけど、なんとかやらせてもらってますけどってすごいな。10回も1日10回もステージ立てるぐらい、いやで、でもなんとかです。それもね、ありがとうございます。今日は結婚記念日、今日結婚記念日ですね。今日は早川さんと、いやもう今日ここから大阪なんですよ。あ、もう110周年が始まりますから。はい。あ、駐在さん入ってる。駐在さんね、はい。あ、そうかそうか。ねや。あ、ほな一緒です、ね。あ、そうです、一緒です。はい。ていうか金光結婚したよね。そうなんですよ。え、結婚したよ、ね、はい。ありがとうございます。金光結婚しました。渡してくれる？お祝い。今すぐ。今すぐ。いや大丈夫、そんなお金が何人やって、いやいやないんか、ないねほんまに。ゴンディさんだ、改めて、いやそんなもう結構です、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 本当に本当に、いやいやいや、それはあの渡してくれる、渡してくれるって、あのごめんな、こんなすいません、まあ、とりあえずまあちょっと偶数で悪いねんけど、偶数、いやいやそんなんね、大丈夫です本当に、あの改めてね、ちゃんと、いやいやそんな、うん、あら、うん、ねもう本当に結婚してないんで大丈夫です、してないんです、結婚したわ大丈夫です、大丈夫です、いやしてないんで、してるよ、いやあのはい、ね、中さんいただきまして、うん、え、はい、僕が渡したの、何も渡したよって、後ろの後ろでこうポリポリ書きながらありがとうございました、よかったよな、でも二人とも結婚で、いや結婚できましたね、うん、なんとか僕らもスパイの生活は、いや何も変わらないですね、はい、はい、まあ同棲してたっていうのもあったんですけど、はいはいはい、でもなんか郵便物が自分の名字で、うん、下がまあ、うん、あのワイフの名前、ワイフワイフってちょっとあびっくりしますね、なんかね、あでもそれこそなんて呼びます、え、嫁はんとかじゃないでしょ、あもう何にも呼んでないわ、奥さんも違うんでしょ、嫁さんもまあ呼び方ですか、妻もなんか恥ずかしくないですか、こういう時なんかこれ、あ、うちの妻がとか、はい、あ、奥さんがいない時に、そうそう、奥さんのことが、こういう時とか、あ、なんやろ、俺嫁はんって言ってる、嫁さんね、嫁さん、嫁はんって言ってしまいますよね、うん、ね、まあまあそうやね、嫁さんとか、奥さん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 、いやそれこそほんまにもうワイフで統一したら、ワイフで、うちのワイフは、うちのワイフは、入って絶対聞き返されると思うけど、そうですね、あのぞなんか、ZOZO とか、よ、と、と、よ、なんか、薄っぺらい、もう、ピンポンってなって出ていったら、大体嫁の、なんか、通販じゃない、うん、なんか、あ確かにな。いつ頼んでたんや、みたいな。軽い、箱が軽い、何頼んでんねんと思って。軽い、寝て、起きて、わざわざ2階から降りて、ピンポン出ていって。わかるわ。軽い箱の何を頼んでんねやって言われ、荷物やったら重くあれと、重くあれわざわざ出て行ってるんですから、あのね、なんかね軽いのね、ねえ、入れた化粧水、何を頼んでんでしょうね、あれサンプルね、無料体験ばっかりで、ね、本当にね、さあ引き続きプラスマイナスの付き合い願います。はい、俺の車値段つくかな、はい、車買い取り実績ナンバーワンのガリバーです。お車のプラス査定を見つけ、高価買い取りに挑戦中です。さすがガリバー。お任せください。そうこなくちゃ。ガリバー。0120-66-4747、66-4747。ここで電車に関する情報をお伝えします。JR 中央線の快速電車は西国分寺駅で発生した人身事故の影響で上下線全線で現在運転を見合わせています。 JR 東日本によりますと運転再開は午後3時10分ごろを見込んでいます。 JR 中央線快速電車ご利用の方はご注意ください。電車に関する情報でした。ベリーベスト法律事務所よりお知らせです。国は現在、集団予防接種が原因で B 型肝炎ウイルスの持続感染者となった方に、最大3600万円の給付を行っています。昨年度のお客様への給付金は平均1000万円以上でした。ところが多くの方が未だに手続きをしていません。まず、B 型肝炎ウイルスに感染していても病気を発症していないため放置している方が多いです。
しかし健康な方でも給付の可能性は十分にあります。次に、家族を肝臓病で亡くされた方も放置していることが多いです。しかしこれらが原因で家族が亡くなった場合、遺族などの相続人が給付の対象です。最後に、この給付金ですが、請求期限があります。受け取れるはずのあなたやご家族の大切なお金を守ってください。ベリーベスト法律事務所は全国に60拠点以上、弁護士数270名以上、令和2年に B 型肝炎を提訴した方の約3人に1人がベリーベストです。さあ、あなたも今すぐ給付金がいくらもらえるのか無料でご確認を。お電話は 0120-70-7000 番、 70-7000 番、第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。 B 型肝炎って言われたことがあるんだけど、別に体調が悪いとかじゃないんですよ。相談できないわよね。いえ、大丈夫ですよ。どうも、サンドウィッチマン伊達です。富澤です。土曜午後1時からお送りしておりますラジオショーサタデー、今度のゲストは坂本冬美さんです。夜桜お七大好きです。もしかするとですね、あの大物演歌歌手万美清と夢の共演があるかも。あ、それはどうでもいいな。どうでもいいって言う。サンドウィッチマンザラジオショーサタデー、明日午後1時から。さあ、引き続きプラスマイナスありがとうございます。よろしくお願いします。はい、あのメール来てます。あ、メール来てるんですか。ありがとうございます、はい。この方、ラジオネームミーリンさん。はい、プラスマイナスさんに質問です。中川家さんとのコントはどうですか、はい、楽しいですか、圧は感じますか。いや、もうこれが一緒に、ね、やらせてもらって、ね、めちゃくちゃ楽しくて、本当にありがとうね、ほんまにね。いや、反響めっちゃ、反響すごいね、すごいいただいてまして、本当にもう、うん、僕もあの、うん、癖をね、うん、あの強さんとかにこう引っ張られながらこう、うん、出させてもらうのが、うん、本当になんつかね、あれ本当みんな言って一番伸び伸びしてるよ、ね、なんつかね、そのうまく言えないですけど、うまく言ってほしいな。そうなんかなんて言うんですか、そのこのプラスマイナスが、はい、まあ、岩橋のね、こういう部分もせやけど、やっぱ金光のね、やっぱモノマネよね、モノマネも。いや、ありがたい。ごめんね、何回も同じこと、同じ。いや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 、こっちが見たいだけなんよ。そう。いや、もう一番嬉しいです。こだま師匠。僕も痛いなぁ。守られてこーだからなぁ。僕らがそういう気持ちでおるって知ってました？わからん。こだま師匠。全然わからんからな。わからんね、こだま師匠。とにかく。うん、でも、花丸さんが、うん、あ、俺もそうや、言われた。すっごい面白かったっつって、4回連続でずっと見たって。花丸さんはプラスマイナス、神奈川系のやつ面白かったっつって。俺もその、うん、福岡の若手とあんなんでけへんわとか言って、すごい、さすが大阪のあれやなとかって、めっちゃ言うていただきまして、ほんま嬉しかったです、本当に。でも、金光もモノマネも結構あるもんね。いや、そうですね。あ、そうですね、割と。ちょこちょこレパートリーも出、ね、てますしね。最近そうですね、喋り出すときに、絶対に、うん、あーっていう、笑い飯の哲夫さん。うん、お哲夫ね、うん、はい。じゃあ、レイジさん、後輩で、うん、昨日ごちそうさまでした、みたいな言ってもらっていいですか。あ、すみません、昨日ごちそうさまでした。あ、また行こうな。最初に会って、ね。言うな。言うな。言うな。ほんまに。絶対会って。最初に会って言いますね、哲夫さんは。よう見てんな。つけどころがおもろいのよね。ああ、言うてるな。言うてます、言うてます。やっぱあの学校の先生のマネとかしてた、やっぱりめちゃくちゃやってましたね。ずっとやってましたよ。もうずっと爆笑、うん、みんなもう腹抱えて笑ってましたね、高校の時。もうなんなん、やってしまいたくなるんやろ、うん、お前、はい、でももう病気やん。まあまあまあ、ほんまそうですね。病気やと思いますよ。違いますよ。だってやらんでええねんもん。やらんでええのに、勝手にやってしまう。鉄道のアーが気になるのよ。まあまあ、そうですけど、ね。まあ本当に。そうですけれども、ずっと先生やってましたね。日本史の木下先生は。あ、席ついて。おい、誰が掃除やってんの。おい、森は掃除やらなあかんやろ。数学の今井田先生。ここの X を2と置くことでやな。2×2 で4になるだろうとは思うけれども。英語の井上先生は。あ、わかるやろ。ここのな、ディスのところを、ざっとに変えたら誰でもわかるやろ。おいしだ。外見てても答えは書いてないね、こ。世界史の赤松先生は。どうや、アウストラロピテクサ。いつ頃できた、池田、どうや。
あ、わからんか。実は、私もわからんてな。日本決まった。ほんまなんですか。ほんまにこんな先生。ああ、面白いな。見たことないけど、面白いよね。学校の先生、ほんまに。結構な人数やっててね、ほんと。やってました。ほんとから、はい。学校の先生ほとんどできたんで、全員有名になればいいのにと思ってました。全員売れてくれたらいいのに。それこそ友達、周りの友達もやったりする。友達もやるし、ほんで、僕、高校で一緒やったんですよ。で、中学は違うかったんですよ。はいはいはい。ほんで、中学は、中学の先生のモノマネをやるから、その、高校、その、違う、うん、僕は知らん先生やけど、やっぱ今と同じ状態で、笑っちゃう。なんか笑ってしまうとか、そうですね。で、中学が一緒の人は腹抱えて笑ってるし、はいはいはい、はい。で、僕も知らんけど笑ってまうみたいな。ね、なんかもう、だから休み時間になったらみんな金光のとこ行って、うん、金光ちゃん、うん、あれやってよ、あれやってよってみんなリクエストしに行く感じ。ほんで、その、またマニアックなんですよ、うん。体育教師の先生が授業を閉めた後の歩いて帰る後ろ姿とか、うんうん、その後ろ姿シリーズみたいなの結構やるんですよ。やってました。私は分からへんもんな、これね。そんなとこが気になんねや。気になんぞ。お二人とも病気です。病気やね。僕は違います。岩橋くんも金光くんも。間違いないです、これ。岩橋が目立つけども。そう。いやいや、もう本当、この人は本当、隠れ病気です。しょうがない。そんな二人おったら、そう、本来吉本行こうかってなるわ。なるわ、それ。ね。まあ、高校の時、そうですね。どこでこれを見せるかって言ったらね。そうですね。多分吉本ぐらいしかないもん。ぐらいしかなかったです。大阪の時はもう吉本って思うしかなかった。だって普通にやらへんやられ、当時せやけど、今やった当たり前やけど、麒麟の田村とか。あ、麒麟の田村さん。当時早かったですね、やりだしたの、ね、誰がコロッケやおかしいやろ、色だけやないか。大島テレビ出すぎや。俺バスケばっかりや。あとあとはもう僕が大好きな巨人賞のやつですね、はいはい、あ巨人賞の世界一早い、世界一早い、こんにちは、こんにちはね、こんにちは。早いなぁ。早いんです。ほんまに。ほんまにそやからな。聞いてたのに気づかへんかったもんな。そう。いや、確かに。ほんとそんな早いことに気づかへんかったもんね。ほんとに金光が教えてくれましたね、改めて。なぁ。やっぱ芸人が多いの、やっぱり、やるのは。そうですね、芸人さん多いですね。やっぱ、常に見て、ね、見てるからっていうのを。なるほど、ね。あるかもわかんない。学生の時の高校の先生、学校の先生真似するのって人は身近な人やっぱり。そうですね。そうですね。身近な人が多い。まあ好きやからっていうのもありますね、その対象の。なるほどね、はい。他誰やってたっけ？他そうですね。まあトータルテンボスさんとか。トータルテンボスさんは一人でやるんですよ。一人でやるの？一人で。はい。お願いします。今日はですね、中川家さんのラジオということで。まあ大体、8回目ぐらいですかね。呼んでもらっています。俺ら8回も出てなくねやめてよ。ひどいな。これ、ほんとね。一人でやっちゃうんだ、二人。そこチョイスするか。やっぱすごい。そうですね。天才やと思いますね。大村さんは、よく一緒に麻雀やってて、やっぱよく見るんですよ。その時の癖でそのまま、早くサイコロを回したまえ。ああ、ちゃんと言ってんね、普段。言い方がね、喋り方が。普段そういうこと残ってんねんな。ね、あれまた工事してるぞ。どこや？縦売り作ってるのか今。平津町に縦売り住宅ができんのか。いやー、そうですよ。無駄ねえのこれ許そうってこう。もうええわもう。すいません。すいませんやないのよ本当に。さあそろそろお時間ということで、なんか告知、告知が告知、そうですね、日々頑張ってます、よろしくお願いします。なんでやな、YouTube もやってるやろ。そうや、まあ、YouTube もやってますけども、はい、やってますけどもって、はい、明日伝説の一日、そうです、あの伝説の一日、はい、今から大阪の方に行ってですね、はい、ですか、はい、漫才出番と中大さんの方にちょろっと出していただきますので、はい、明日は漫才8時59分出番で、うわ早い早いですよ。まあまあでもお客さんパンパンですから、朝から行ってきますね、今日から行ってまいりますので、よかったら見に来てください。はい、本日のゲストはプラスマイナスのお二人です。ありがとうございました。はい、ありがとう。日本放送 The Radio Show
専門の不動産屋さんといえば、店舗の言い忘れでしょ。本物はこっち。店舗の言い忘れで検索。貸店舗や貸事務所でお悩みのあなた、私たちにご相談ください。事業用不動産専門の店舗の言い忘れで検索。精力剤の赤ひげ薬局、精力減退早漏にヘアグロン、塗って効きますヘアグロン。 JR 関内駅すぐ 0120-823-655。 赤ひげ薬局。ヘアグロンは第一類医薬品です。薬剤師の説明を受け、使用上の注意をよく読んでお使いください。はい、ここで中央事務所よりお知らせとお願いです。あなたの財布に入っているクレジットカード、そのクレジットカードから現金が返金されるかもしれないことを知っていましたか？なぜなら毎月カードのお支払い時に利息を払いすぎているからなんです。中央事務所に電話をすれば、あなたに現金がいくら戻るのか無料で確認できます。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。毎月2万人以上の方にお電話いただいています。対象のカード会社は100社以上。あなたの使っていたクレジットカードから現金がいくら戻るのか、今すぐご確認ください。お電話は 0120-10-10-10-10-10-10。 はい、どちらのカードをお調べしますか？紫のカードだったかしら。こんなんで調べられる？はい、大丈夫ですよ。日本放送ラジオリビング。さあ、今日の日本放送ラジオリビングは大人気の純金騎兵ネックレスを改めてご紹介します。はい、ご紹介するたびにそうなんですが、今金価格がすごいことになっています。史上最高値を更新してどんどん上がってるんですね。先日も大好評いただきまして、数量限定ではありますが、なんとか用意することができました。なんといっても好評いただいた一番の理由というのは、一般価格よりも2割以上お買い得なお値段なんです。次回このお値段でのご紹介難しいかもしれません。安く手に入れられるうちにお求めになることをお勧めしますよ。世界情勢が不安定な中、注目が集まる金のアイテム、ある専門家の方は、今後も金価格は上昇する傾向にあると言っていますが、ラジオリビングでは一時的に金価格が下がったタイミングで買い付けを行っていたことと、メーカーの決算のタイミングが重なって、今の市場価格ではありえない価格でご用意できました。いや、ここにこの金の値段のグラフというのがあるんですが、まさに右肩上がりという。右肩上がりですね。そうなんですよ。安く手に入れられる時こそチャンスなんですよね。売れに売れている金のアイテムの中で、身につける資産として男性女性問わず人気が高い騎兵ネックレス、こちらは純度 99.99%、 24金純金製の一品です。いいんですか、手袋とか。大丈夫です。今日は許可をいただきましたので、はい、ぜひ。ずしりと重たいですよ。はい、あ、ほんまやね。こちらでございますね。そうなんですよ。24金の、ね、輝き素晴らしいんですけど、比較用に18金のものと並べると、さらに輝きの違いっていうのがよくわかりますよね。ああ、ほんまや。あ、すごいね、これ。18金単体で見るとなかなか気がつかないかもしれないんですが ね、はい、ね、もう金っていうのはすでに掘り尽くされつつありまして、はい、今世の中にある金を世界中が買い求めているので、希少価値は高まりますよね。はい、過去15年で見ましても日々変化はありますが、なんともう今およそ3倍になっているというこの価格、今がチャンスですよ。純金騎兵ネックレス、ある専門店では 10g で16万8000円のお値段がついていたところ、今回特別価格、税込み13万2000円です。 30g は49万8000円のところ税込み37万5000円、そして圧巻の 50g、同じ重さで80万円以上するものもあったんですが、今回ラジオリビングでは税込み62万8000円、でこのお値段聞くと、と考える方いらっしゃるかもしれないんですが、実は今回この50グラムが一番お問い合わせいただいてるんですって。金の価値を分かっている方は、もうこのチャンスにということでお考えのようですね。
お申し込みはフリーダイヤル 0120-1242-86 0120-1242-86 までどうぞ。合計40本限定でご用意していたんですが残りわずかとなっています。お早めにどうぞ。デザインは定番人気の騎兵タイプ、スタンダードな2面カットで長さが50センチ。金はどんな不況や危機の中でも価値がなくなったことがなく、いざという時の換金性も高いんですね。代々受け継いでいけるというのも魅力です。品質の証となる造幣局検定マーク入りです。純金は貴重な上に加工も難しいので生産が年々困難になっています。置いてあるお店というのも少ないので特別価格でご紹介できるこの機会にぜひどうぞ、はい、純金騎兵ネックレス 10g が税込み13万2000円、30g は税込み37万5000円、そして一番人気の 50g は税込み62万8000円です、うん、そして資産価値として人気のある純プラチナもご用意しました、はい、こちらはお電話でお問い合わせください。関東1都6県は送料無料です。お届け返品についてはお問い合わせセンターへ、はい、お申し込みはフリーダイヤル 0120-1242-86 0120-1242-86 までどうぞ。地域の ICT 相談窓口NTT 東日本、日本エクスプレスホールディングス、他の提供でお送りする日本放送ショーアップナイターは今日夕方5時30分から。日本放送ショーアップナイター。日本放送強しエンレイジー from 中川家オーラディオショー、オーラディオショー。ここからは今週からスタートする新コーナーです。クイズ正解は東島。いやんそこのジングル本番中ですよ。あれ、これ東島さんですか。ふふふふふふふって終わった。あ、続いてる。怖いコーナーじゃないですよ。ティッシュの CM みたいな。わかる。愛しのエリーを歌ってましたね。はい、はい、ということで、はい、新しいコーナー、このクイズ正解は東島というタイトルつけていただいてるんですが、はい、夫婦が気になる、ね、そうですよね。時期になれると思いますよ。なれますかね、はい、どういうコーナーかと言いますと、はい、もう剛さん、レイジさんとご一緒させていただいて4年ぐらいになるかなと、はい、ぐらいですかね。そのオールナイトニッポンプレミアムの頃から合わせますと、そうですね、ということで、うん、私のこともだいぶ分かっていただけたんじゃないかと。もちろん、うん、はい、リスナーの方からいただいたお題に対して、はい、剛さんとレイジさんが、はい、私が東島が何と答えるかというのを当てていただくというコーナーが始まりました。はい、それはね、もう知ってますから。もうそれは剛さん、レイジさんとも正解された場合は、はい、そのお題を送ってくださった方に、うん、ステッカー4枚セットプレゼントするんです。あら、まあ、あれだけ貴重だったのにこんな緩いコーナーでいいんかしら。どんと4枚もあげちゃう。いいですか。あ、ね、なるほど。4枚のステッカー差し上げます。FM やね。はい、今日初回ですので、はい、例題を出しますね。例題、はい、それではいきますよ。はい、クイズ正解は東島。じゃじゃん。全部。私、東島エリの好きなフルーツは。シンキングタイムスタート。チックタック。うるせえなぁ。怖いよ。腹立つな。怖い、なんか。なんかね。なんか絶対夢出てきそうな。これは早押しですか、挙手で。あ、じゃあ挙手制で。はい。なるほど。うん、よろしいですか。はい。じゃあ、じゃあ、一斉ので言いましょうか。一斉ので、ね、はい。じゃあ、せーので。違うのになってもいいんですよね。あ、それヒントとか聞いたらよかったの。いや、いいんですか。いや、もう分かってると思います、お二人は。分かってますよ。うん、いいですか。せーの。はい、せーの。いちご。あ、大田。大田。どうですか。桃。ブーブー。これ、これも、ブーブーも声かえな。桃ですよ。いちごって言ってたような気がしたけどな。すっごいいちごのイメージがあってんけど。いちごって言ってませんでした。
桃ですよ。言ってたかな。絶対自信あってんけど。俺もあった。ね。これお互い自信ありましたけど、マジで。いやなんか入社の時に謎にインタビューで好きな食べ物聞かれて、うん、桃っていうのが記事に載ってるぐらい。嘘やなんですけど。ちぼやって言ってたような覚えはあるけどな。桃のとこだけ見てないな、じゃあ、はい、桃のとこだけ見てないです。そこだけですね。そこだけ。次週から大丈夫ですね。次週頑張ります。ちょっと予習していきますんで、うん、私はお二人のことが大好きだってずっと言ってるんですけど。そうですね、はい、私のもちろん。いや片思いかどうかを確かめるコーナーなね、難しいな。難しかったな。いきなり。リスナーの方、肩の力を抜きまくってぜひご参加ください。はい。あの、お題をもとにクイズやっていきますので、はい、うん、東島の答えを2人に予想してもらいます。はい、クイズ、正解は東島のクイズ問題は、はい、ngk@1242.com までお送りください。はい、必ず、住所と本名も書いてくださいね、はい。締め切りは来週金曜日の午前10時まで、懸命にクイズと入力してお送りください。はい、お二人が答えられそうな問題お待ちしています。いや頑張りますよ。お願いします。お願いしますよ、はい、以上クイズ正解は東島でした。フィフティースアニバーサリー伊勢正蔵ライブ2022渋港で会いましょう。5月22日に LINE キューブ渋谷で開催。伊勢正蔵が送るベストセレクションライブ、チケット一般発売は4月2日から。詳しくは日本放送イベントホームページまで。さあ、それではね、テーマメールの方行きたいと思います。テーマは最近しみるものでございます、この方、神奈川県横浜市の弱酸性ロケットさん。昨日の仕事帰りに駅で学生の集団を見かけました。よく見ると胸元には花飾りがあり、どうやら卒業生のようでした。社会人になってからというもの、年度末は毎年仕事が忙しくバタバタと過ぎていくものになっていました。晴れやかなようで寂しそうでもある学生たちを見て、学生時代を思い出して切ない気持ちになりました。うん、ね、まあ今そういうシーズンですもんね。ついこの間、ほんま昨日ぐらいまではね、あの袴着た女の子とかが ね、 ね、 ねえ、漏れなくみんな桜の木の下でずっと携帯いじってるでしょ。これの時代なんでしょうね、ほんまに。昔はもう映るんです持ってうろうろしてましたけどね。卒業式といえば懐かしいな。映るんですね。映るんです。キンキンキンって巻いてね、ありましたよね。みんなそうやったけど ね、 ね、現像しに行って、うん、はいはいはい、で明日仕上がりです言うて取りに行って、ね、映ってないのが何枚かあるって、はいはい、ね、真っ黒なやつ、ね、今もすぐ見れるしね。お前で今すぐ、もうそれも送れるんですもんね、うん、それはね、おじいちゃんおばあちゃんに送ったりできんねやから。お二人卒業式はどうでしょう。卒業式記憶ないですね。記憶にない、うん、卒業式あんまり高校の卒業式記憶ないかな、うん、結構あけらかんとしてた、うん、そうそうそう、涙もなく、うん、なんの涙もなく、うん、もう普通のなんかホールみたいなとこで高校の時はやりましたからね、もう全然もう、じゃあなぁみたいな感じでしたね。あっさり来てます ね、 ね、地元やったんでね、ほとんど来てるのが、僕行ってた高校は地元の人間が行ってたんで、別にすぐ会えるし、うん、あ、まあね、小学校からずっと一緒やるし、ね、家も知ってるしみたいなね。そう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 、どこやもんね。別にそんな、なるほどね。いや、卒業式も終わってね、はいはい、今日のメッセージテーマ、最近しみるものです。 ngk@1242.com までお送りください。時刻は2時53分になるところです。安心と安全を運ぶ千葉県トラック協会がお送りする日本放送ニュースです。ニュースデスク、森田さん、お願いします。はい、お伝えします。アメリカのバイデン大統領は3月31日ウクライナの首都キーウ、ロシア語でキエフ周辺で、ロシア軍の大部分がとどまったままだという見方を示しました。ホワイトハウスで記者団に語ったもので、バイデン大統領はロシア軍が全部隊を撤収させた証拠はないとし、ロシアが表明したキーウでの大幅な攻撃の縮小に懐疑的だと述べました。
またロシア軍がただロシア軍が東部ドンバス地域で部隊を増強している証拠はあるとして注視する考えを示しました。さて新年度が始まった今日、全国の企業や官公庁で入社式や入庁式が開かれました。このうち東京都は新入職員の入都式を都庁内のホールで開きました。小池知事は式辞で新型コロナウイルスで価値観が大きく転換しているとして次のように述べました。想像を超えるすごい激動のスピードで世界が変化する今だからこそ、時代が求めるスキルや発想でイノベーションを生み出していかなければなりません。今日は感染対策で今年の新入職員およそ1390人のうち代表4人が会場で出席しました。他の職員は自宅からオンラインで参加しました。式典で宣誓した2人の新入職員です。幅広い視野で東京都全体を見渡し、都民の皆様一人一人の声に耳を傾け、期待に寄り添う気持ちを決して忘れることなく、日々の職務を全うすることをここに誓います。高度な都市機能と自然が共生する持続可能な東京の実現に向け、職務を全うすることをここに誓います。次に国民民主党と地域政党都民ファーストの会が国政進出のために設立した政治団体都民ファーストの会は、今日夏の参議院選挙をめぐり候補者の相互推薦と合同選挙対策本部の設置で合意しました。国会内で共同記者会見した国民民主党の玉木代表とファーストの会の荒木代表です。我々ですね、都議会には、議席がありません。またファースト都民ファーストの皆さんは国会には議席がないということなんですが、まさにですね、相互補完関係が非常に働きますし、またシナジー効果がしっかり出せると思っています。本当に強固な信頼関係の下で参議院選挙に向けて最善のこの相互推薦という形が取れたと思います。おしまいに、大阪市立大学と大阪府立大学が統合した大阪公立大学が今日開学しました。大阪公立大学の学部入学の定員数は国公立大学では大阪大学、東京大学に次いで3番目の規模となります。学生数はおよそ1万6000人で、2025年度に大阪城の東側の森の宮地区にメインキャンパスを設置するということです。この時間のニュースは以上です。森田さんでした。ありがとうございました。いつでも注文でき、すぐに届くネット通販。いつも品揃えを絶やさないコンビニ。そこには当たり前の日常を支えるドライバーがいます。ドライバーの労働環境の改善にご協力を。千葉県トラック協会。時刻は2時56分です。日本放送交通情報です。警視庁の小池さん、よろしくお願いします。はい、お伝えします。圏央道が作業や工事のため渋滞しています。圏央道の鶴ヶ島ジャンクション方面に向かう外回りは入間インター付近で作業のため3キロ渋滞しています。八王子ジャンクションから鶴ヶ島ジャンクションまでの所要時間は40分です。内回りは狭山日高インター付近で緊急の工事が行われているため断続的に12キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。4号線の上りは永福料金所を先頭に中央道の調布インターまで11キロ渋滞しています。3号線の上りは大橋ジャンクションを先頭に用賀まで断続的な渋滞、下り線は三軒茶屋を先頭に2キロ半渋滞しています。日本道路交通情報センターの小池でした。小池さん、ありがとうございました。次の日本放送交通情報は有働のラジオの中で3時56分ごろお届けします。さあ、今日夕方5時30分からの日本放送ショーアップナイターは、はい、東京ドームから巨人対阪神戦。そうなんです、はい、今シーズン最初の伝統の一戦になりますね、はい、解説谷重元信さん、実況小口和夫アナウンサーでお送りします。クイズトリプルチャンスも、ね、実施していますので、今シーズンもプロ野球中継は日本放送ショーアップナイターでお楽しみください。お知らせを挟んで時刻は3時になるところです。島田秀平とオカルトさん、最新回のゲストはこの方です。モルサリーの関です。食べると運気が上がる関さんの開運飯を紹介いたします。
ちなみにあのトークで噛まなくなるための開運飯とかあります？悪いところを食べるといい動物同士で牛タンです。牛タン、島田秀平とオカルトさん、ポッドキャストで配信中。おうち時間が増えたけど何をしていいかわからないあなた、じゃじゃん、タキーの種、種高品質だから初めての人も大丈夫。お父さん、あ、私でも育てられました。個人の感想です。これなんだ、通販ごっこ、新しいな。おうち時間を新しく、種のタキー。競馬ってさ、新聞をババッと広げて馬の様子をザザッと見渡して、これだって馬をガガッとしまって、そしたらアドレナリンがドバッと出て、狙ったレースをガバッと勝って、そんな感じでやりたいよね。競馬ファンの夢をズバッと叶える、サンスポズバッと、あなたの競馬がズバッと変わります。カッパはシドルガイ、料理がうまけりゃ万事が OK、 商売繁盛カッパ橋、家庭円満カッパ橋、プロも通うにゃわけがある、千客万来カッパ橋、万歳三唱カッパ橋、料理道具は浅草カッパ橋道具街。鳩のマークの引っ越しセンターです。親切丁寧安心がモットー、タンス一つでも OK、 無料お見積もりは 0120-191900 鳩のマークの引っ越しセンターまで。産地です。ザ・ラジオショー産地です。さあ午後3時を回りました。中川家のレイジです。ツヨシです。日本放送東島入りです。中川家ザラジオショー、笑いをテーマに東京有楽町日本放送から3時30分までの生放送。それでは3時の強めのさんのお天気です。よろしくお願いします。お願いします。あ、お願いします。さあいかがでしょうか。相変わらずのいい天気で今日は、はい、しかし気温の方が12度、はい、湿度が 26.4%、 湿度だいぶ下がってますね。下がってますね、本当に。乾燥してるんだな。はい、ありがとうございます。流れるよ、はい、すごいですね、やっぱ上手くなりますね、チャンネルさんもちょっとやってるとね。はい、大丈夫です、聞こえてなかったです。大丈夫ですか。またお便り来ております。はい、この方、はい、秋田県由利本荘市でございますね。短足コーギーさん、私の住む秋田県ではまだ桜が咲いていません。なんでや、秋田県って言ったんですね。秋田県ってあの都道府県の秋田県です。そうなんですか。はい、私のその秋田県ではすいません、はい、ごめんなさい、でいいですよ、はい、待ち遠しいので強めのちゃんから桜ソングを歌ってほしいです。まだね、桜桜今咲き誇る絶なり散り、軽くでいいですよ。定めとして、いや軽くでいいですよ、全然。さらば友よ、いやもうそこまでいいです。席別の時、いやもう大丈夫、大丈夫、十分秋田県には伝わってます。はい、秋田県には大丈夫。はい、どうでしたでしょうかね。どうでしたか。炭水コーギーさんね、はい、春ね、桜届いたと思います。しみました。ありがとうございました。CD デビューも近いですね、強めろさん、ね、さんね、いや、しません。はい、お天気です。この時間は東京有楽町、気持ちがいい青空広がっていますが、東京都心午後2時までの最高気温は 11.6 度でした。この後も関東雨の心配はなさそうです。東京で言いますと降水確率 0%、そして明日からの週末、明日と明後日ともに晴れ間が出る予報で、予想最高気温は土曜日が13度、日曜日が16度となっています。中川家ザラジオショー、3時30分までの生放送です。東京税理士会所属税理士法人48より、最近身近な人を亡くされた方へ相続税の申告はもうお済みですか。申告期限10ヶ月を過ぎると罰金が課されるのでご注意ください。まだ相続税の申告がお済みでない方は、今すぐお電話を 0120-400-800-400-800。 月曜日から木曜日はナイツ、金曜日は中川家、土曜日はサンドイッチマン。お聞きの番組は FM93 AM1242、 ラジオで聞いてもラジコで聞いても日本放送です。BS 富士ウィークエンドインフォメーション、この時間は BS 富士がお送りします。
からは BS フジで放送される番組の中から特におすすめのラインナップをご紹介する BS フジウィークエンドインフォメーションのお時間です、はい、BS フジの番組はテレビのリモコンにある BS ボタンを押して数字の8のボタンを押すとご覧になれます。それでは参りましょう、はい、最初に取り上げるのはこちら、あさって日曜日のお昼12時から放送、断密のニュースがわかる純喫茶、日本の安全保障。タレントの断密さんがニュースの疑問を何でも解決してくれるという謎の純喫茶で、はい、日本の安全保障について読み解いていくという番組なんですが、うんうん、これ純喫茶というのが絶妙ですよね。そうですね。固くなりすぎず気になることを聞けるという空間の中で、番組ではフジテレビが誇る軍事防衛のエキスパート野瀬信之フジテレビ解説員が日本が抱えている様々な問題を解説します。野瀬解説員はフジテレビのニュース番組を中心に引っ張りだこなんですね。最近ではロシア・ウクライナ問題や北朝鮮事情について解説されているんですが、今回は激動の安全保障をテーマに、ロシアによるウクライナ侵攻は世界の秩序をどう変えてしまうのか、そして北朝鮮が次々と発射するミサイルの脅威に日本の防衛システムはどこまで対応しうるのかなど語ります。複雑な問題を分かりやすくというのも嬉しいですね。はい、はい、はい。断密さんと野瀬解説員が世界情勢を分かりやすく解説する断密のニュースが分かる純喫茶日本の安全保障は、あさって日曜日のお昼12時から BS フジで放送です、はいはい、続いてはこちら、来週月曜日の朝10時からスタート、カンドラまだ慣れない30歳。30歳を迎えた女性3人が恋に仕事に奮闘する姿を描いたラブストーリーが BS フジで放送されます。はい、気になるなこれ、ね、ジュフさん、レイジさんは30歳の頃は、はい、そうですね、ちょうど M1 を取ったぐらいじゃないですか、取った後ぐらいですかね、後ぐらい、30、うん、いや取った時取る前ですね、取る前そんな正式に大体で、大体でもきりとね、人生が大きく動く前後という、まあ、前後ですかね、おそらくね。今回のドラマのメインキャラクターはウェブ漫画家のジオンと、はい、カフェのオーナーアヨン、うん、そしてアナウンサーのランジュという3人の女性なんですって、うん、はいはい、でこのランジュというアナウンサーさんはラジオ番組を担当している設定ということで、はいはいはい、気になるんですよね。ラブストーリーお好きですか、お二人。ラブストーリー見るのが恥ずかしいというね、特に韓国ドラマはもう、はい、甘いセリフとか、ね、出てきますしね、ありますからね、うん、甘いものはもう胃もたれしますかそうですか。そんな3人の女性の前に現れるのはもちろんイケメンたちでして、はいはい、ジボンの初恋の相手スンユを演じるのは、うん、本作で除隊後復帰作となった人気バンド CN ブルーのカン・ミンヒョク、うん、その他にも魅力的な男性たちが登場するので、はい、ご注目ください。はい、大人の恋愛ということなんです。あ、そうか、いつかお二人も、うん、ゆっくり話して聞いてくださいよ。何を言うか東島さん、いつか純喫茶みたいなところで、プロットでもいいですけどぜひ、いや何本でも聞きますよ。本当です、あの二人の思い出話も聞かせてください、はい、恋愛の思い出話、はい、はい、ただそんな、ね、夢のような話はしないんですよ、本当現実的な話、うんうんうん、それいっぱい聞いておいた方がいいですよね。そうです、そうです、ね、はい、夢を見るのね、ドラマで、はい、そうです、はい、おいおいとおいおいです。おいおいとお願いしますね、はい、素直になれない大人の恋愛を描いたラブストーリー、カンドラまだなれない30歳は毎週月曜日から金曜日の朝10時から BS フジで放送されます、はい、初回放送は来週月曜日の朝10時からです、うん、そしてあさって日曜日の夜10時からは中川家とコント、今回はオカンブルースと今夜もトーク&ミュージックの2本が放送されます、はい、
今夜もトーク&ミュージック関西ローカル歌謡番組のコントですね。そうですね、はい、実際に乾杯トークソングという番組がありまして、モデルがあるんですね、はい、アナウンサーさんと中村光子さん、演歌歌手の、ね、あの方と、あと、まあ、本歌手ですよ、堀内孝雄さんとかこう来たりとか、そういう本当にそういう番組があって、それの、まあ、パロディーです。パロディー、はい、どんなコントになっているのか、はい、ぜひこちらチェックしてください。以上 BS 富士ウィークエンドインフォメーションでした。BS 富士ウィークエンドインフォメーション、この時間は BS 富士がお送りしました。The Radio Show。 ショーアップナイタートゥデイ、この時間はサミー、イエローハット、 NTT 東日本がお送りします。このスパ、ねえねえカズマ、カズマ、なんだよ想像しいな。4月4日からパチスロとかいうクエストが始まるみたい。おー、この世界にもパチスロってあったんだな。で、なんて題なんだ。パチスロ、この素晴らしい世界に祝福を。俺たちじゃねえか。サミー、皆様、ここで選手の交代をお知らせいたします。タイヤとオイルを交換したくてイエローハット、背番号16と背番号80、合わせて1680、つまりイエローハット。以上になります。イエローハット。私は店長松岡真由。お店での温かい接客には自信があるが、もっと売り上げを拡大するためには何をすればいい。店長、ホームページでオンラインでの接客も始めません？いいね。でもどこに頼めばいいの？ご相談ください。 NTT 東日本。ショーアップナイタートゥデイのお時間です。日本放送では今日夕方5時30分から巨人対阪神戦を中継します、はい、また今日から気持ち新たに新しいカードですね、うん、そうですね、はい、はい。本日の実況、小口和夫アナウンサーに試合のポイントを伝えてもらいましょう。小口さん、お願いします、はい、よろしくお願いします。お願いいたします。ちょうど先週の金曜日に大会開幕して1週間経ちました、はい、まあ目ははっきり分かれましたよね、そうですよね、連勝のチーム、連敗のチームね、はい、まあ、その中で、今日から東京ドームでは今シーズン初めての、はい、今季初めての伝統の一戦、はい、巨人阪神の顔合わせですが、はい、まあ、とにかくスワローズに3連勝して5勝1敗といいスタートを切ったジャイアンツと、はい、まさかまさかの開幕からの6連敗のタイガースと、対照的な両チームの対戦、そうですね、ね、はい、ここでどう変わっていくのか、ね、そうです。今日はあの菅野と、はい、それから藤浪という両開幕投手の先発で、はい、今日はですね、あのジャイアンツ、あのここまでローテーションピッチャーが、うん、若いピッチャー3人入れましたよね、はい、どうなるかと思った、うん、でもしっかり頑張って、はい、これも新人の大勢につないでと、うん、あ、そうですね、若い戦力が相当ね、ジャイアンツは大きくものを言ってます、はい、一方タイガースの方は、うん、やはりケラー投手が、はい、ね、はい、どうしてもスアレスの穴を埋められず、ぽ、はい、っかり開いたまま、うん、とうとう抹消されまして、そうです、ね、この辺が対照的な両チームの結果につながってるんじゃないかと思いますけどね、うん、はい、ただジャイアンツも一つ不安なのは、総失点のうち、はい、7回8回9回で3分の2を占めてるんです。あ、したがってやはり先発ピッチャーが6回まで投げて、うん、7回8回9回体勢いくまでの、うん、この2イニングに、ここがね、はい、どうこうね、落とし穴が待っているか、このあたりが、注目ですね、はい、やはりそれから阪神はやっぱり佐藤輝明の一発がないと、はい、そうですね、はい、なかなかね、チームがガラッと変わりません、はい、去年の後半からね、ちょっと調子がね、ちょっと、ただ打率はね、3割3分3厘で残してますが、うん、26打席今シーズンまだホームランがないんで す、はい、去年はもう2試合目でホームラン打ちましたからね、はい、まあ、このあたりがね、うん、よし、いわゆるそのタイガースのムードを変える選手になるんじゃないかと思いますが、うん、ヒットは出てるんで、はい、あとはつながりだけかなという気がしますね、うん、はい、今日はなんといっても岡本とその佐藤輝明、はい、この4番のホームラン争い、はいはい、これも大変楽しみな一戦となりますんで ね、 ね、とにかく巨人が4連勝なるか、はい、あるいは阪神タイガース開幕6連敗でストップなるか、はい、注目のカード、ぜひお気の足のないように、はい、はい、今日の実況担当、小口和夫アナウンサーでした。ありがとうございました。ありがとうございました。夕方5時30分からの巨人対阪神戦、お楽しみに。あ
and X Nippon Express. Here we go. Here we go. 始めよう新しい挑戦を。私たち日本エクスプレスはサムライジャパンを応援しています。We have Samurai Spirit. 日本エクスプレス。私らしい時短がしたい。新しい車が欲しい。安心して走りたい。そんなドライバー一人一人の思いに寄り添い、嬉しいに変えていく。出光とシェルはアポロステーションへ。あなたの移動を支えるステーション、アポロステーション。東京に家を持とう、オープンハウス。東京に家を持とう、オープンハウス。東京に家を持とう、オープンハウス。え、何？東京に家を持とう、オープンハウス。どういうこと？東京に家を持とう、オープンハウス。あ、だから何なのよ。東京に家を持とう、オープンハウス。ショーアップナイタートゥデイ、この時間は日本エクスプレスホールディングス、出光興産、オープンハウスグループがお送りしました。みんなの世界を守りたいんです。ネジ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 、だから今日も測ってるんです。あお、ネジ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 、日本の技術だ、ネジネジ速反射。キャッシング、カードローンの過払い金は中央事務所で返金手続き。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。過払い金とはカードご利用時に払いすぎた利息のことで、手続きをすると取り戻せます。皆さん、過払い金誤解していませんか？クレジットカードに過払い金はない。利用が少額だと過払い金は出ない。それ誤解です。過払い金が少ないと手続き費用の方が高くなる。それも誤解です。家族や職場に知られる。必ず信用情報に影響する。全部誤解です。また実は皆さんに身近なクレジットカードにも過払い金が発生していました。現在お手元にカードや書類がなくても手続きできますので、まずは過払い金の無料確認ダイヤルで、あなたのクレジットカードから現金がいくら戻るのかご確認ください。お電話は 0120-10-10-10-10-10-10。 さあ、それではテーマメール紹介していきたいと思います。テーマは最近しみるものでございます。この方、富山県の古田貫さん。最近高齢になった両親にありがとうと言われると、何か心にしみるものがあります。うん。いよいよね、ありがとう、ね、電話とかして、ね、ありがとうも、うんうん、かまへんかまへんとか言って、ね、ありがとうね、うんうん、え、うん、え、リアルなね、もう親子の会話やもんね。ありがとうって言って、何もしてんのにありがとうって言われた時もありますけどね。なんか口癖みたいになってるんでしょうかね。はい。さあ、この方は、おからハールさん、台東区の方。最近しみるのは煮物です。自炊するようになってから煮物をよく作るようになり、昔は何も考えずに食べていたのですが、今は何かを感じながら食べてしまいます。しみるな。煮物の良さや、しみるという感覚が分かるようになり、自分もおじさんになったんだなと実感しました。うん、どうですか、煮物。ね。ご飯に移るんですよ、煮物の汁が。あれ中学の時嫌やったんですよ、お弁当に。あ、お弁当ね、はいはい、染みてんのが、うんうんうん、もう今はもう染みてた、うわ美味しいな。染みてるわーって言うもんな。ね、よくもう惣菜なんかでもね、僕大阪泊まってたらよくデパ地下で買うんですけど、買います。カゴの中入れてるのがこの間全部煮物でした。よー、染みてるわ、ね、数ある中から。はい、うん、もう黄色とか赤とかそんな色なかったですね。うん、もう全部茶色い。何しか染みてたらいいのよ。何でもね。何でもかんでも。でもずっと食べ、永遠に食ってる一人で。ブツブツ言いながら。ずっと食べれるもんね。うん、ほんまにもうね。さあ、この方は東京都世田谷区のトドロキのアレックスさん。
私が最近しみるのは夫の帰りを待つ犬の姿です。室内でミニチュアダックスと豆柴を飼っておりますが、夫が帰ってくる時間になると毎日必ず玄関をじっと見つめ、なかなか帰ってこない日は目に涙をためてしょんぼりしたり、ワンオンと遠吠えする姿なんか何とも愛おしく涙が出ます。あれさあ、犬なんて、うん、猫もせえねんけど、うんうんうん、時計も見てないのに分かんないよね。うん、あ、もうその時間がそろそろやなみたいな、そわ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 する、はい、猫はチュールですけどね。あ、チュール、あ、チュールはあげる時間決まってるけど、もうその1時間ぐらい前になるとうろうろ、うん、せっかちな猫やな。おっさんと一緒です。晩ご飯の時間になったらうろ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 、晩酌前とかね。そう、一緒です。スースー言わしたのにおっちゃんがってね、ほんまに。はぁ、今ね、時見ながら、あれが嫌なんでしょうね、奥さんは。嫌やわ、ね、6時からご飯としたら5時、うん、5時20分ぐらいに、うん、うん、見て降りてくるの嫌なんやろな、わかるわ。こいつこれから飲んで酔い読んでんな、酔い読んでんな。居座るんか、そこに。居座る、自分の家なのに。そうなんですよ、まあ、それはね、思われるんですよね。こう犬ね、こう帰ってきてね、バイクの音とか聞こえてくるのかな。これね、この最初、うん、ピンポーン、ワンワンお父さん、お父さんぐらいぐらいぐらいなってんでしょうね、このアレックスさんの、ね、お宅の玄関のところで尻尾バタバタやってるんでしょうね。で玄関を降りたり乗ったり降りたり乗ったり乗ったり、まあね、ぐるぐる回ってね、はい、はいはい、今週もたくさんのメッセージありがとうございました。ありがとうございました。さあ、この後は日本チャレンジドアスリートをお送りします。はい、日本チャレンジドアスリート、この時間は田中貴金属グループ三井住友海上がお送りします。
本チャレンジドアスリートでした。雪印メグミルクからのお知らせです。実は年齢とともに骨密度はどんどん減っていくんです。そこで今注目されているのが骨密度を高める働きのある MBP。 この MBP を含む特定保健用食品トクホの毎日骨ケア MBP。 50ml の小さな瓶に牛乳およそ 800ml 分もの MBP が入っていて、しかもブルーベリー風味で飲みやすい。雪印メグミルクのトクホの毎日骨ケア MBP、 通常1本あたりおよそ182円のところ10本で税込み980円、1本あたり98円、送料無料。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-044-410、 0440410、 雪印メグミルクダイレクトまで。なお一家族一セット限り、牛乳アレルギーの方にはおすすめできません。お届け、お問い合わせなどについてもお電話で。日本チャレンジドアスリート、この時間はトヨタがお送りしました。さあ、中川家ザラジオショーお別れのお時間でございます。感想のメール来ております。そう、泣いたことないでしょ。嘘です。嘘かいな、忘れとった言うてみる。さあ、この方、千葉県松戸市ロシアンブルコさん、癖が強い岩橋さん、漫才にちゃんと向き合ってるのが伝わって177万円もらえるのもうなずけました。生々しいな。金別さんの器用さももっとテレビで見たいです。それにしても朝8時59分から漫才をするなんて、吉本がおかしいのか、それを見に来る大阪の人がおかしいのか、中川家さんどちらですか？吉本です。吉本ですね。確かにね、それでもできてしまうというね。はい、この方、埼玉県入間市のラジオネーム、九段階骨折さん、クイズ正解は東島での東島さんの鼻歌が心地よくて眠くなりました。今日は帰ってとりあえず寝ます。これ新コーナーですからね、はい、もうほんまにエアポケットに入ったかって時間ですよね。いや、これはもう絶対いつかちゃんとね、もう来週ぐらいにもう正解したいと思いますよ。私は1号って言ってた気がしてるけどね。いや、確かにね、桃です。聞いたことない、絶対桃。いやー、この方、広島県福山市のドンクロさん、ウィル・スミスにビンタされたコメディアンのショーのチケットが9倍の値段に高騰しているそうです。さらにビンタされた瞬間の様子がすでにフィギュアになってるそうです。早いね、なんかね、アメリカって早いわ。もうこれがもうね、そのコメディアンのチケットの高騰、それは何を言うかっていうのがみんな楽しみなんですね。まあ、それはまあそうやね。多分出てきて、うん、咳すんの最初。違う、多分出てきて、うん、痛いって言っただけでドーンなんですよね。しばらくこれでいけると思いますけども、左押さえて、ね、うん、じゃ右押さえて、うん、こっちちゃうわ、こっちやったっていう、いいな。さあ、中川家ザラジオショー来週でございますけども、ゲストは次長課長でございます。明日のサンドウィッチマンザラジオショーサタデーのゲストは歌手の坂本冬美さん、そして来週月曜日ナイツザラジオショーはゲスト BKB とサンシャイン池崎でございます。はい、そしてこの後はウドウのラジオでお楽しみください。はい、ここまでお届けしたのは中川家のレイジットツーシト、日本放送東島エリでした。我々とまた来週の金曜日お会いしましょう。さよなら、さよなら。